皆さんこんにちは。司法試験2019年度、入門講座民法本論編第1回目始めていきます。担当いたしますのは東京リーガルマインド専任講師竹山茂樹です。よろしくお願いいたします。さて、この講座は司法試験とあとは国家総合職の入門講座になります。で、民法という科目から始めるわけですけど、持ち物はまず民法も他の科目もそうですけどレジュメを使います。で、レジュメはこのレジュメ次回も使ったりするので、必ずお持ちください。あと六法ですね。六法はどんな六法でもいいので学習用の六法を持ってきてください。例えば私なんかではね、この三省堂さんの出入り六法っていうのを使いますけど、別に有比較のコンパクト六法でも何でもいいです。何かお持ちください。で、民法の条文はインターネットにもありますが、なかなかねスマートフォンで探してる暇はないです。結構早く引かなきゃいけない。そして特に司法試験の場合は条文を早く引くというのも、受験のテクニックの一つでありますので、なるべく紙の6本をお持ちになって引きながら聞いてください。で、セブンサミットテキスト、これも一応使います。ただ資料集的な使い方をしますので、どちらかというとレジュメの方をよく使います。で、民法は相続と物件とかいろんな分野に分かれているんですけど、まず最初は民法1というものを使っていきます。よろしいでしょうか。でですね、ちょっと最初にですね、セブンサミットを見ていきましょう。で、民法って何かっていう話ですね。で、セブンサミットの5ページ見てください。で、民法っていろんな分野に分かれてます。で、まず最初に民法相続っていうのをやっていきます。で、これ何かというと民法全体の共通のルールみたいなものだと思ってください。で、次に物件いきます。物件って物の権利って書きますよね。で、すっごい大まかに言うと不動産扱うんだと思ってください。第2編の物件は。で、債権、これもいろいろあります。すっごい大雑把に言って契約、物を買ったりする契約とか扱うんだと思ってください。で、他に親族、これ離婚とか結婚とかやるんだと思ってください。相続、親が亡くなった時財産を受け継ぐか、こういったいろんな分野から、民法はできてます。で、この相続、物件、債権、親族、相続って順番でやっていきます。で、最初にねちょっとやっとくと、この民法相続と物件、債権まで、つまり 1,2,3 この3つを合わせて財産法と呼びます。つまりこの3つは個人あるいは法人も入りますけど、財産に関する法律を扱っているんだ、そういった箇所になります。で、じゃあ3編までは財産法だとすると4編5編はどうなるかというと、この4編5編の親族と相続を合わせてこれ身分法と言います。だから民法って大きく分けるとこの財産法と身分法からなるわけですね。じゃあ財産法って何かというと、これは財産とか取引とか契約とかね、そういったものを扱うのが財産法です。なので物を買ったり、あるいは家をアパートを借りたりする契約っていうのはこの民法の財産法という分野に書いてあります。で、一方結婚したり離婚したりってするのはまさに親族、身分法のところに書いているということです。で、どちらも試験の範囲です。司法試験も総合職も試験の範囲ですけど、重要なのは財産法になります。こっちの方がよく出るってことです。親族法、相続、身分法も出るけど財産法の方が大事なので、講義はこちらを中心にやっていきます。いいでしょうか。じゃあ今日から民法を始めていくわけですけど、ちょっと学習の注意点も挙げておきます。で、民法は
財産法なんか非常に身近な話もあります。物を買ったりアパート借りたりするので身近な話もあるんですが、一方でやっぱり法律だから難しい。でね、僕もね、最初ね、民法って身近な話なんだろうなと思って講義聞いたらさっぱり分かりませんでした。で、なんでかというと、民法はね、パンディクテン体系というのを取っています。このパンディクテン体系が実は民法の難しさの一つの原因なんですね。で、この説明も少ししておきましょう。で、これはね、せっかくなんでセブンサミット使いましょうか。4ページの真ん中よりやや下、民法の構成、パンディクテン方式というのを書いてます。ちょっと見ていきましょう。日本の民法典の構成はドイツの民法学の理論体系を参考に作られており、この構成の仕方をパンディクテン方式という。パンディクテン方式は一般的なもの、共通性があるもの、相続、総論が先に、個別的なもの、各論が後に来る論理性を持ってくる。次の民法の構成図を見ながら説明する。で、ぐちゃぐちゃ書いてますね。どういうことか説明しますね。で、これ私のガイダンス来ていただいた方は聞いたことあるかもしれない。物を買う契約は当然のことながら民法で売買契約と言います。でも例えばね、皆さん私に騙されて、なんかこんな壺を1億円で買ったとしましょう。詐欺ですね。詐欺で物を買うっていうのはあるわけです。なので、今のは詐欺で売買をしたってことですよね。こういう現象があるわけです。一方で、皆さん私に騙されてお金を借りたとしましょう。お金を借りるのは民法で消費貸借と言います。つまり詐欺でお金を借りる、詐欺プラス消費貸借もあるわけです。で、他にもいろんな契約って世の中考えられますよね。働く契約、労働契約なんかもありますけど、それも騙されて労働契約を結ぶってあるかもしれない。働いてみたら条件が違うんじゃないかっていうのもあるかもしれない。詐欺プラス雇用って言いますね、民法では。働き契約を、で、今だったら、コンピューターの社会なんでデータなんでいいかもしれないけど、昔は法律の条文ってやっぱ紙にしました。紙って貴重です。無駄遣いできません。どう考えるかというと、この共通のものは売買のところに書いて、消費貸借のところに書いて、雇用に書く。これもったいないよね。どう考えるかというと、これいろんな事象に共通するから、これを前の方の条文に規定する。詐欺で1回しか書かないっていうのがポイントです。詐欺は1回しか書かない、実際に96条って条文であります。で、後の方に売買とか書いていく。このように共通するものをまとめて前の方に規定する。これがパンデクテン体系と言います。ちょっとね、イメージ湧かないかもしれないので、六法をね、引いてみましょうか。六法のね、96条というものを引いてください。ライブでお持ちじゃない方、ジムに行ったら貸してくれますので、行ってみてくださいね。民法の96条というものを引いてください。96条1項です。詐欺または脅迫による意思表示は取り消すことができる。こういった条文になります。で、詐欺でした、意思表示って書いてますけど、契約だと思ってくださいね。で、そういう場合は取り消すことができるということになります。
じゃあこの条文96条にありますよね。じゃあ次売買見ましょう。555条です。555条だいぶ後の方に書いてますね。売買は当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによってその効力を生ずる。これが売買です。じゃあ消費貸借見ましょうか。消費貸借はどこに書いているかというと、これもね割と後の方なんです。587条です。消費貸借は当事者の一方が種類品質および数量の同じ物を持って返還をすることを訳して相手方から金銭その他の物を受け取ることによってその効力を生ずる。でこの条文見てね、なんでこれお金貸す契約なのか分かんないって人もいるんでちょっと説明しておきますね。はい、皆さん私がから1万円借りました。お金借りたって言うけど借りたもの返してます？例えばね、何言ってるかというと、皆さん私からハサミ借りたらそのハサミそのものを返却しますよね、普通は。でもお金って違いますね。1万円借りたと言いつつその1万円使いますよね。で別の1万円札を返しますよね。消費して同じ種類のものを返す。実はお金を借りる契約と物を借りる契約と違うんですよ。その本質に着目するともう一回読みますね。587条。消費貸借は当事者の一方が種類品質および数量の同じ物を持って、要するに同じ種類のものを返還することを訳して相手方から金銭その他の物を受け取ることによってその効力を生ずる。お金借りる契約は消費貸借と言います。これ後で詳しくやるんですけど、民法の条文ってね、一見分かんない条文もあります。で話を戻しましょう。パンデクテン体系です。結局何を言ってるかというと、共通のものは前にくくり出す。逆に言うと詐欺だけ見ても詐欺の使い方は分からないですね。だって騙して買う、騙してお金借りる、騙して労働契約をする、セットで詐欺って生きてくるわけです。抽象的に前の方にくくり出しているということは詐欺だけ見ても分かんないことがある。結論から言うと、民法を分かるためには一回最後まで行ってもう一回帰ってこないと分からない。なので民法、他の法律もそうだけど、最初から最後までやるだけじゃ分かんないですよ。もう一回繰り返さないと分からない構造になってるんです。それは理解力の不足とかじゃない、そういうもんなんです法律って。はだからこの辺やってて分かんないよって諦めないでください。諦めずに頑張っていってもう一回やったら初めて分かる、そういう構造なんです。で司法試験も総合職もね、民法一回やっただけじゃ分かりません。2回も3回も繰り返してようやく分かるようになる。それがポイントになります。で私講義では1回最初から最後までやること、よく一周って言います。一回しですね。で法律の勉強ってこれ何周するかって問題です。そうは言っても、じゃあいや先生5回も民法のテキスト読むの不可能ですって思いますね。これ大丈夫なんです。なぜかというと1回目はよく分かんないから100時間かかるとします。でも2回目って分かってますね、半分ぐらい分かってるから50時間で済むんです。3回目はもっと分かるから20時間ぐらいでバーッと確認できる。なのでどんどん時間は短くなってくるから何週もできます。ただやっぱり最初は厳しい。なのでちょっと我慢も必要だ、というのを今日は頭の片隅に入れておいてください。じゃあ次ね、セブンサミット見てください。5ページです。で民法の全体図ってところの、ここに契約ってありますよね。契約で別にここはね、契約ってとこ見ていただければいいです。で民法でいろんなこと出てきます。ただやっぱり中心となるのは契約なので、まずは民法ってのは契約の話なんだってところを念頭に置いてください。よろしいでしょうか。では早速ページ目の1ページ目から入っていきましょう。第1編民法総則第1章試験の主体です。第1節権利能力、意思能力、行為能力という話に行きます。でこれ民法総則の最初の部分です。
1番権利能力っていう話があります。意味、権利能力で、まずね、この権利能力って言葉は絶対覚えてください。常識にしてください。権利能力、これ何かというと、司法上の、司法って難しい言葉だけど、とりあえず民法のことだと思ってください。契約とか取引に関する法律が司法です。司法じゃない法律としてね、刑法っていうのがあります。刑法って何かというと、人を処罰する法律、犯罪とかの法律、そういうのじゃなくて、今は契約とかのことを考えてますよって話です。この司法上の権利義務の帰属主体となる地位資格のことを権利能力と言います。でこれ聞くとね、皆さんね、意味わかんないと思うんですよ。意味わからない、それ当然なんです。なぜかというと、次矢印見てください。これは全ての人にあるから、逆に言うと当たり前だからわからない概念なんです。で全ての人は財産を持ってる、何言ってんだよって話ね。これは歴史的に見て重要な意義なんです。次の例を見てください。これかつて奴隷は自分の財産を持てなかった、奴隷っていうのが昔いました。現代もいるって主張もありますけど、とりあえず昔は奴隷っていうのがいましたね。奴隷って何かというと、いろんなの強制的に働かせたりするんですけど、要するに自分の財産を持てない人なんです。だから昔はこれ差別でよくないんだけど、財産持てる人と持てない人がいたんですね。持てる人は権利能力ある、持てない人は権利能力ない、そういう話だったんです。でも逆に言うと、今はみんな人間平等だよって考え方ですよね。逆に言うと、全ての人は財産を持てるということで書いておいてください。これのことを権利能力平等の原則と言います。全ての人は財産を持てる、全ての人に平等に権利能力があるということを権利能力平等の原則と言います。つまり権利能力って概念は歴史と絡めて理解してください。昔奴隷がいた、そんなの良くないから、権利能力って概念は作ってみんな平等なんだ、そこの宣言に意味があるわけですね。これが権利能力です。じゃあこれで話終わるかというと、現代的な議論があります。括弧に権利能力の式です。じゃあ人間はみんな権利能力持てるとして、いつから人、自然人は権利能力を得るかという話に行きましょう。でここで難しい言葉出てきた、自然人で、こういった一つ一つの専門用語を理解していってくださいね。自然人ってのは我々生身の人間のことを言います。何言ってんだ、生身の人間は人間じゃないかと思う人、自然人に対応する概念として後で出てくるんですけど、自然人の他に民法にも人間がいるんです。それを法人と言います。法人って聞いたことある人いるかもしれない。社会人の人だったら知ってるかもしれない。要するに会社とかですね、会社とかも民法で人扱いなんですよ。なのでそれと対比する意味で、生身の人間のことを自然人と言います。そんなに難しく考えないでください。で会社はね、お母さんのお腹の中から生まれませんから、今は生身の人間の話をする、だから自然人の話ということになります。でこれ何かというと、いつから人、自然人は権利能力を得るかという話。これどういうことかというと、あのね、人間ってお母さんのお腹の中から生まれますね。お母さんのお腹の中にいる間は出生はしてません。でも例えばね、滝山くんがお母さんの頭、お腹の中から頭だけ出した、この時に人間になるのか、全部出てから人間になるのか、すっごい細かい話なんですけど、そういったことも議論するのが法律なんですね。何があるかわからないから、これ大真面目に議論されてます。でもう結論からいきましょう。レジュメの1ページですが、これは出生時からとなっています。でまず民法の3条1項を引いてください。試験の共有は出生に始まると書いてます。試験っていうのは権利、私法上の権利だから、それは出生で始まります。
そしてじゃあいつから出生かというと、このレジュメのここをマークしてください。母体から全部露出した時になります。母体から全部露出した時、でなんで母体から全部露出した時、これから、権利能力を得るとするのか、これ単純で、これをマークしましょう。基準の明確性です。これ何を言ってるかというと、例えばね、母体から一部だけ出てきたら人なんだよとすると、一部ってどっから言います？髪の毛一本でいいんですか？頭なんですか？とか結構難しいです。そうじゃなくて、もう全部出た時とすると基準がはっきりして分かりやすい、だから母体から全部露出した時と言います。ここまでいいでしょうか。でね、ここでちょっとやっておきましょう。ここでお話ししておくのが法の解釈という話です。法解釈、これから出てくるのは法解釈です。民法でも刑法でもいろんな科目で法律の解釈というものをやっていきます。解釈の他に法律の分野ってあるんですよ。国会議員が法律を作る時の技術である立法とかいろいろあるんですけど、司法試験とか総合職で出るのは主に法解釈です。じゃあ法解釈って何なのかっていうことですね。これ今やったことなんです。民法3条1項もう一回見てください。試験の共有は出生に始まると書いてます。これわかる、生まれた時から権利を持て。でも出生って厳密に言うといつからですか。つまり条文読んだだけじゃ不明確なことがあるわけです。法解釈っていうのは条文だけでは不明確、であるときに、条文だけでは不明確であるときにその意義を明らかにするものです。条文だけでは不明確、出生ってよくわからない、だから意義を明らかにする、母体から全部露出した時と言います。で、司法試験も総合職も実際の論文の問題ではこの法解釈をするわけです。だから出生っていつか、条文だけでは不明確からその意義を明らかにして母体から全部露出した時ですって書きます。ただこの法解釈やるときのルール、理由をつけてください。一言でもいいです。なのでこのレジュメにもちゃんと理由書いてますよね。1ページ目の真ん中あたりですけど、基準の明確性っていう理由、なぜか、これ理由そんなに難しくない。ちょっと話脱線するけど、皆さん法律って従わなきゃいけないルールだってのは分かってると思います。なんで従わなきゃいけないんです法律に。これは国民が選んだ国会議員が作ったものだから従わなきゃいけない、そういう正当性がありますね。でも法解釈って違いますよね。勝手に解釈してるだけですね。だから理由が必要なんです。国会議員が作った法律はそれは従わなきゃいけない、でもこれは勝手に解釈してるから少なくとも理由が必要だ。なので皆さんね、解釈するときは必ず理由をつける、その癖をもう今から身につけてください。いいでしょうか。じゃあどんどんいきますよ。で、ただし次の場合は胎児でもすでに生まれたものとみなされる。もうわけわかんないですね。じゃあちょっと確認ね。出生から権利能力持つってことは、お母さんのお腹の中にいる胎児は権利能力ありません。胎児のままだと財産持てない、権利も持てない、義務も負わない。でも3つの例外がある。次の場合は胎児でもすでに生まれたものとみなされる。まず不法行為に基づく損害賠償請求、民法721条を見てください。
胎児は損害賠償の請求権についてはすでに生まれたものとみなす。で、損害賠償の請求権、これね、不法行為ってとこであります。不法行為はね、709条、すごい後です。これがパンデキテンの分かりにくさです。ただこれ要するにお金払えて権利だと思ってください。お金払えて権利はすでに生まれたものとみなされます。あと相続、遺贈、この3つに関してはすでに生まれたものとみなされるっていうルールがあります。で、相続886条を見てください。886条1項です。胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなすということになります。で、相続っていうのは例えばね、親が亡くなった時に親の財産を受け継ぐ、それが相続ですけど、それが生まれたものとみなすということです。じゃあ次行きましょう。次、遺贈です。これ民法965条を見てください。はい、じゃあ次行きましょう。で、次遺贈ですね。965条引いてください。965条です。886条および891条の規定は受遺者について順用する。受遺者、またわけわかんない概念出てきましたね。でもまあとりあえず話を先に進めましょう。で、先にね、この例を見た方がわかりやすいので1ページの下から6行目の例を見てください。妻 A は夫の子、B の子を身ごもった、しかし夫 B は C の車にはねられて死亡してしまった、まあ、この例で考えていきましょう。で、これなんですけど、要するに妻 A のとの間に、まあ、夫 B がいますよね。で、夫 B が C の車にはねられて死亡してしまったってことですね。で、ここでね、車ではねられるとどうなるかという話をしていきましょう。で、まずここ見てください。B は C に対する損害賠償請求権を有するって書いてますね。で、民法709条見てください。故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者はこれによって生じた損害を賠償する責任を。で、これも難しく書いてますけどちょっと見ていきましょう。故意ってわざとってことです。過失はミスによって。で、これ交通事故を思い出してください。例えば竹山君が車を運転しててよそ見運転をして人をはねた、これ過失ですよね。過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害したものは、ここの C さん見てください。おそらく過失によって B さんの生命を侵害しています。で、条文の続き、これによって生じた損害を賠償する責任を。つまり B さんはね、もう亡くなっているけど C さんに対してお金を払え、損害賠償請求権を持つわけです。これが民法709条です。で、これ民法709条というのは不法行為と言います。で、この不法行為って言葉これからねよく出てくるので知っておいてくださいね。この709条で、まあ、B さんは死んでるんだけどとりあえず B さんが C さんに損害賠償請求権っていう権利を持つと考えてください。
で、B さんでも実際には死んでますよね。死んだらどうなるかっていうと、この損害賠償請求権も財産の一つです。なぜかというと、お金もらえますよね、これ。1000万とか5000万とか1億とかお金もらえます。だからこの請求権も財産だから相続の対象になるんです。で、誰が相続するかっていうと、当然妻 A は相続します。じゃあ夫 B と妻 A の子供の C はどうか。生まれてれば C は当然相続しますけど、今はまだ C さん、妻 A のお腹の中にいます。胎児の状態です。で、胎児は原則権利能力ないんだけど、3つに関しては、不法行為による損害賠償、相続、遺贈に関しては権利能力を持つから、これを相続できる。今回相続だから、 C さんもこの損害賠償請求権を相続できるということになります。これが886条です。ここまでいいでしょうか。これが胎児も、例外的に相続の場合は権利能力を持つって例です。じゃあ次の問題いきましょう。ここで終わるのが、要するに一般教養としての民法。これ以上いかなきゃいけないんです、司法試験総合職は。いきましょう。じゃあ C さん、胎児で損害賠償請求権相続しましたね。お母さんのお腹の中にいる間に、C じゃダメなんだ、これ。ごめん、これ子供だから D にしましょう。すいません、 D にしましょう。 D さんにしましょうね。胎児を D さんに直してください。すいません、跳ねた C さんと同じだったらおかしいんで、胎児を D さんに直しましょう。じゃあこの胎児の D さんがね、お腹の中にいる状態で裁判起こして C さんからお金を取れるかって問題で次いきます。で、これどうですか。素朴に考えて、お腹の中にいる人が裁判を起こして変な感じしますよね。だからそれはできないんです。例の続き見ていきましょう。しかし権利は相続してるんだけど、実際に C が A が C を代理して、これ何言ってるかというと、胎児生まれても0歳児ですよね。0歳児っていうのは行動できないから、結局は親が代わりにやります。で、実際に C が、厳密に言うと A さんが C を代理して、親が子供の代わりに請求できるのはあくまでも C が出生してから、そういった結論になります。この一連の流れをまずは理解してください。 これ自体論点って言われてね、出るところです。じゃあここを抽象化していきますよ。1ページ目の真ん中に戻ってください。ここでね、まず母体から全部露出しないと権利能力はないんだよって原則で、例外、ただし次の場合は胎児でもすでに生まれたものとみなされるで、丸2で相続がありました。ただし次見てください。現行法上、胎児の財産を管理する法定代理人は制度は存在しないので、こうです。胎児中は権利能力はないが、ここ見てください。出生すると胎児の時に遡って権利能力があったものとして扱われる。ものすごい厳密に言うとこうなんですよ。すごく簡単に言うと、胎児は相続に関しては権利能力がある。で、もっと正確に言うと違うんですよ。胎児中は権利能力ないんだけど、出生すると胎児の時の財産も得られるよと、遡って権利能力があったものとして扱われる。これがまさにここのね、例の表現ですよ。とりあえず相続してるんだけど、実際に請求できるのは生まれてからだよ。抽象的に言うとこういうことになります。で、ここはね、今厳密に詰めません。なぜかというと、停止条件って言葉は5回目ぐらいの講義で出てきます。それやってからの方が分かりやすいので、今はこの例でなんとなく理解してください。よろしいでしょうか。じゃあどんどんいきましょう。次、2ページ目。権利能力の周期です。で、死亡時に
権利能力が消滅します。そして財産は相続の問題になります。亡くなったら権利能力が終わります。で、脳死って問題があります。ただ日本の法律上は臓器移植の場合を除いて法律は脳死を死と認めてません。だからこれは普通に心臓が止まった時と考えてください。いいでしょうか。じゃあ今までが権利能力の話です。じゃあ次ね、能力3つあるんですけど、2、意思能力って話していきましょう。これはそんなに難しくない。意味、意思能力、これは自己の行為の結果を弁識するに足りるだけの精神能力、これを言います。別にそんなに難しくなくて、例えばですね、竹山くんがウイスキーという強いお酒を2リットル飲んだ後に契約しました。おそらくね、意識ないですよね。そういうのを権利能力がないというんですよ。で、意思能力ね、意思能力がないというんです。で、これ意思能力がないものが成した契約は無効になります。3条の2っていう条文をマークして引いておきましょう。あ、これね、古い六法には載ってないので、ひょっとしたらね、今日借りた六法には載ってないかもしれないんだけど、3の2というところを見てください。新しい六法、改正後の民法しかありません。で、この講義では改正後の民法ベースでいきます。で、法律行為の当事者が意思表示をしたときに意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とする。で、よくね、法律行為って単語が出てくるんですけど、法律行為の一種に契約があります。だから最初のうちは法律行為って出てきたら、契約って置き換えて考えていってもいいです。だから意思能力がない人がした契約は無効なんだってことです。法律行為っていろいろあるけど、その一種が契約になります。じゃあ3ページって、意思能力がないものって何かというと、ここに書いている通り、泥酔者、幼児、重度の精神病者、脅迫されて意思の自由が全くないもの、これらが意思能力がないものの例です。この人たちが契約をしても契約は無効となります。で、最後のね、脅迫されて意思の自由が全くないってどういうことかというと、例えば竹山くんがここにピストルを突きつけられて契約書にサインしろ、これ拒否できないですね。これが意思の自由が全くないものになります。で、なんで2ページ目に戻りまして、意思能力がないものが成した契約は無効になるのか。いや、これ条文に書いてるからですよ。まあその通り、おっしゃる通りなんですけど、法律の条文ってね、普通は意味があるんです。意味がない法律っていうのは法治国家ではあまり作られません。そりゃそうですよね。で、その法律の意味のことをよくね、趣旨と言います。じゃあこの趣旨を考えてみましょう。で、なんでこういう法律があるのか、こういう制度があるのかっていうのを趣旨と言います。で、趣旨を知っておくと法律の解釈がしやすくなる時がありますので、趣旨はできる限り理解しておいた方がいいです。じゃあなんで意思能力がないものが成した契約は無効になるのか、少し考えていきましょう。で、ここでね、民法の大前提のルールいきます。皆さん、契約をしました。契約って破っていいですか。ダメですよね。契約には従わなければならない。それを契約の拘束力と言います。まあ、レジュメの空いてるところにでも書いておいてください。これは契約には従わなければならないということです。契約をもし破ったらどうなるか、最終的には裁判を起こされて強制執行、無理やりお金持ってかれたりするわけですね。それを契約の拘束力と言います。で、なんで契約の拘束力ってあるんでしょうか。それはこういうことですよね。いや、あなただって納得して契約書にサインしましたよね。じゃあ守ってくださいよ、こういうことです。つまりお互い納得して契約をしてるから従わなければならない。
もうちょっと言うと、これは、互いに自由な意思で、契約している。だから契約の拘束力が生まれる。お互い納得して契約を結んだんだから、それに従わなければならない。そういうことです。で、意思はね、こっちで合ってます。民法の意思っていうのはこれを使います。志じゃないので注意してください。思いの方です。じゃあもうなんか見えてきません、ね、半分見えてきません、ね。互いに自由な意思で契約してるから契約の拘束力が生まれる。逆に言うと、自由な意思がない場合は契約の拘束力は生まれない。そのことを無効と表現します。無効ってのは効力がない、つまり従わなくていいという意味です。結局のところ、意思能力がないってことは自由な意思で契約をしていないから契約は無効になる、そういうことですね。これが趣旨です。こういった趣旨も一個一個ね、理解していってください。このように、まあ、細かいなって思った人もいるかもしれないけど、司法試験総合職の法律って細かいです。やっぱ難しい資格だからね。でも逆に言うと、細かくやるからこそいろんな法律が見えてきます。よろしいでしょうか。じゃあね、次3つ目の能力いきます。この能力が一番複雑だけど必要です。3ページ目いきましょう。レジュメの3ページ目、3番、行為能力です。意味、はい、行為能力マークしてください。これは自ら単独で確定的に有効な法律行為をすることができる能力を言います。で、またここでくじけそうになると思うんですけど、さっき言ったことを思い出してください。法律行為ってのは分かんなければ契約に置き換えていいんですよ。ということは、自ら単独で確定的に有効な契約をすることができる能力を行為能力と言います。簡単に言うと、未成年者って一人で契約できないんですね。親の許可が言われますよね。だから未成年者は行為能力がないんですよ。大人はあるんですよ。それをまずね、イメージしてください。で、この能力が制限されているのが、あるいはない人も入れるんですけど、制限行為能力者と言います。で、実は未成年者以外にもあと3つあって4つグループがあります。自由に契約が1人でできないよってグループ4つ。未成年者、成年非後見人、非補佐人、非補助人の4つあります。この4つはもう常識にしてしまってください。ちょっとずつ見ていきますよ。例、未成年者 A は親権者 B の同意がない限り自動車を購入できません。未成年者一人で高い契約はできない。で、これは次見てくださいね。ここ A が0歳でも17歳でも未成年だから契約はできますよね。ここ意識しておいてくださいね。0歳でも17歳でも変わらずに未成年者だったら一律に契約ができない。ここにポイントがあります。じゃあなんで行為能力って概念があるのか見ていきましょう。次の趣旨見てくださいね。趣旨大事ですよ。で、本来というか、さっきやった通り、意思能力がないものが締結した契約は無効ですよね。だからもともと0歳児が契約しても無効にできるんです。でも次見てください。しかし意思能力があるか否かの判断は容易でない場合もある。これ何言ってるかというと、0歳児だったら意思能力がないの確定してますよね。でも例えばね、中学2年生ぐらいの人が車買いに来たとしましょう。この人意思能力あるんですかないんですか。中学生だからないって人もいれば、でも売買契約の意味ぐらい分かりそうですよね、中学生だったら。これ微妙じゃないですか。で、ここで皆さんお店の立場になって考えてください。0歳児、あ、これ無効だから売らないな、分かります。大人売れます。でも中学生来たらどうします、売ります。よく分かんないですね、意思能力あるかどうか。よく分かんなくて契約が無効にされるとお店が困ります。で、次見てください。で、さらにこれ未成年者の側から言っても、自分が意思能力ありませんでしたって証明することも困難です。つまり意思能力があるないって判断は難しいんですよ。だからこれ
行為能力って概念もさらに作って、一定の要件に該当すると行為能力が制限され、行為を取り消しうるものとしました。これ何を言ってるかというと、意思能力って概念だけで判断すると判断が曖昧。もうじゃあこうしましょう。未成年者は一律に全員に契約できません。一律にできなくしたっていうのがポイント。それが行為能力という概念です。いいでしょうか。だから未成年者だったら行為能力がないから、もう一律にみんな契約できない、そういうルールにしましょう。その方がスッキリするじゃないですか、取引が。そういった発想です。いいでしょうか。じゃあ4つの制限行為能力者のグループを見ていきましょう。制限行為能力者、トップバッターは未成年者のものです。その内変わりますけど、今は20歳未満のものになります。で、婚姻したものを除く、ということになります。ただね、これね、4条を見てください。今の4条は年齢18歳をもって成年とする。で、これは平成34年4月1日から有効なんですよ。なのでちょっと書いてください。そのうち18歳になります。そして婚姻したものを除くも、そのうちね、消えます。だからこれ今ね、過渡期なので、ここもそのうち消えると書いておいてください。で、今実はですね、この講義改正後の民法でやってますけど、今は改正前の民法が通用してる時代です。で、おそらく試験は改正後の民法になるんですけど、平成34年、まあ、令和3、4年か令和3年か、その時に試験受けるかどうか微妙なので、過渡期なんです。その時の法律で判断してください。で、実は20歳未満のものだとしたら、婚姻したものは未成年者から除かれる。成年と同じく扱われるんですけど、これね、未成年者の年齢が18歳になったら、実は結婚できる年齢も18歳になります。なのでこれが意味なくなっちゃうんですね。なのでここはちょっと過渡期です。変わる可能性もあると、そのうち変わるんだと思ってください。じゃ次、保護者見てください。保護者は簡単。未成年者の保護者は親権者と言います。で、親が亡くなったりした場合は親権者がいなくなるから、未成年後見人って人が保護者になります。親権者がいなくなったら未成年後見人になるんだ。そう考えてください。いいでしょうか。じゃあ次、成年非後見人いきましょう。これ成年非後見人と言います。で、保護者は成年後見人です。いいですか。面倒を見られる方が非ってつきます。面倒を見られる方が成年非後見人、面倒を見る方が成年後見人です。これどういう人かというと、精神上の障害により受理を弁識、弁識ってのは分かるとか、そういう意味ですね、する能力を欠く状況にあるもの。つまり、まあ、重度の精神病とか認知症とかで物事の意味が全く分からない。そして状況ってのはこの字でいいんですけど、常にそういう状況にあるっていうニュアンスです。だから、常にいつも物事の意味が全くわからない状況にあるような人、重度の精神病、認知症なんかで。で、その人で、さらに家庭裁判所があなた成年非後見人にしますよ、これを後見開始の審判と言います。この2つの要件があると成年非後見人になって自由に契約ができなくなります。で、次、非補佐人です。面倒を見るのはこっちに書いてる補佐人。これは精神上の障害による受理を弁識する能力が著しく不十分なもの。これ成年非後見人と違って少しは能力あるんです。ただあんまり分かってない。そしてこう補佐開始の審判を受けると非補佐人になります。だから成年非後見により精神上の障害が軽いと思ってください。で、後でやりますけど、この非補佐人は一定の重要な契約ができなくなる。家を買ったりはできなくなります。ただ普通の契約はできる、普通に。それが非補佐人。で、次、非補助人。これが一番軽い。精神上の障害により受理を弁識する能力が不十分なもので、かつ補助開始の審判を受けたら非補助人になる。面倒を見る人は補助人。これはね、家庭裁判所が決めた契約だけできなくなる。後でやりますけどね。
そういう人になります。で、この表で感じ取ってほしいのは、未成年者だけ違うんですよ。後の3つは共通してる。未成年者だけ年齢で決まる。後の3つは精神上の障害。そして重い、中ぐらい、軽いってグラデーションになってます。重い、中ぐらい、軽いね。重い、中ぐらい、軽い。そして覚えていただきたい用語が、法律上の用語で何が違うかというと、受理を弁識する能力が各状況、著しく不十分、不十分って順番になってる。各状況、著しく不十分、不十分。この順番で軽くなってますね。これはぜひ覚えておいてください。いいでしょうか。じゃあどんどんいきますよ。4ページ目いきます。じゃあ審判の請求権者、この人成年被告人にしてくださいって家庭裁判所に請求をする必要があります。それは一定の近親者と検察官になります。子供とか親とかはできます。あとね、検察官がある。検察官なんで出てくるんでしょうね。検察官って分かりますよね。例えば竹山君が万引きをしたと疑われたら、刑事裁判にかける起訴をするのが検察官です。でも検察官っていうのは、実は刑事裁判だけじゃなくてね、これ書いておいてください。検察官は公益の代表者です。だから刑事裁判以外にも検察官は公益の代表者でありますので、一定の公共的な行為をします。法律的なこと、例えば一人暮らしで身寄りがないおじいちゃんがいました。あ、このままだとこの人悪徳業者に騙されてしまうなと思ったら、成年被告人にしてくださいって審判を検察官がします。なので検察官ってのが入っています、ここに。これは覚えておいてください。で、条文見ていきましょうか。7条です。これはね、民法改正に影響なく7条に書いてます。精神上の障害により受理を弁識する能力を各状況、書いてますね。各状況にあるものについては家庭裁判所は本人もできます。私を成年被告人にしてください。これ OK です。配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人、または検察官の請求により後見開始の審判をすることができるということになってます。で、ここの条文もね、これ全部覚えたらきりないですよ。これ誰が請求できるのか。なのでまずはこの一定の近親者と検察官っていうことで覚えておいてください。検察官が特に担当で出ます。いいでしょうか。で、例見てください。 A は自分の父親が重度の認知症に罹患しているため、制限行為能力者とする審判を家庭裁判所に求めました。で、制限行為能力者は特に括弧してもう書いておきましょう。成年被後見人と書いておいてください。実際に家庭裁判所にこの人成年被後見人にしてくださいっていう審判を求めます。で、家庭裁判所が認めない限り成年被後見人にはなりません。必ず審判は必要です。いいでしょうか。じゃあ次ですね。で、これもポイントなんですけど、制限行為能力者のなした行為は保護者も制限行為能力者本人も取り消すことができます。この本人もがポイントです。120条1本見てください。行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者、括弧他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む、またはその代理人、証券人、もしくは同意をすることができるものに限り取り消すことができると書いてます。で、制限行為能力者は本人、あと保護者は同意ができますから、保護者も入ってるんですね。これ保護者は未成年者がね、車買ってくるときにいいよって同意ができますから。なので結局は保護者と制限行為能力者本人がその契約を取り消すことができるということになります。で、例見てください。17歳の A は親権者 B の同意なしに1000万円でスポーツカーを購入する契約をした、勝手にしてきたんですね。
この場合は当然親の B は取り消せます。 B のみならず A 本人も契約を取り消すことができる。これねよく出るんですよ。なんとなくね、いや契約した本人はダメでしょって思う人がいるから、A は契約を取り消すことができないって選択肢が担当式試験で出てくるわけですよ。でも本人もできますから、これは注意してください。いいでしょうか。で、なんで行為能力制度があるかというと、先ほど言った通り長い長い趣旨があるんですけど、簡単にまとめるとこの2つ、制限行為能力者の保護、要するに事例を弁識する能力がないわけのわからない状態で契約をさせてされてしまうのはかわいそうだ。もう一つは取引安全、一律に契約できないグループを作って、逆に言うとそれ以外は契約できるんだ、お店側も安心だよ、そういうことです。それを取引安全と言います。ここまでよろしいでしょうか。じゃあ行為能力の話を続けていくんですけど、その際にちょっと先取り学習をしておきましょう。先取り学習って何かというと、民法パンデクテン体系取っていくんで、後の方の概念わからないと、実はわからないことたくさんあるので少しやっておきます。先取り学習、まず物件って言葉を覚えましょう。物件、物件、これマークしてください。物件とは物を支配する権利です。これは誰にでも主張できる絶対性というものがあります。でこれだけ言っても分かんないと思うんで、少しやっておきましょう。物件の代表格は所有権という権利です。まあ所有権ってなんかまあ素朴な概念なのでなんとなく分かると思いますね。206条です。物件の代表格が所有権です。206条も引いておきましょう。206条こう書いてます。所有者は法令の制限内において自由にその所有物の使用収益及び処分をする権利を有する。こう書いてますね。で所有権ちょっと素朴な概念なんで考えていきましょう。所有権というのは例えば私がこのペン持ってる、このペンは私のものだっていうのを堅苦しく言うと、このペンの所有権は私にあると言いますね。じゃあ所有権ってどういうことをできる権利なのかっていうと、206条に書いてある使用収益処分、この3つ覚えておいて。使用収益処分、自分のペンは自由に使用できる、書いてもいいし折ってもいいし、まあ折ったら変な人ですけど、まあ自由ですよね。あと収益、これはね他の人に貸してお金をもらう、まあこんなペンなんか借りる人いないと思いますけど一応できる。で処分、売ったりできる、これ全部できるのが所有権です。で所有権は使用収益処分いろいろできるから、これ完全な物件とよく言われます。で物件の特徴としてはさっきレジュメに見た通り誰にでも主張できる、これを絶対性と言います。これが物件のポイントです。何かというと、私はこのペンを盗もうとした泥棒全員に対して、いやこれは私のものです、これ誰に対しても言えますよね。この教室の皆さんに対して言います。これを絶対性と言います。一方で物件の対する概念として債権があります。これは人に対する権利です。例えば貸金返還請求権、日本語って便利ですね、なんとなくわかりますか。貸した金を返せという権利、これを貸金返還請求権と言います。でよくよく考えると貸金返還請求権って誰にでも主張できるわけではないですね。例えば私が A さんにお金貸したら A さんに金返せとは言えるけど、 A さんの友達に金返せ、 A さんの責任取れって言ってもそんなことできないですね。だから債権は人に対する権利で、もっと言うとその特定の人に対してしか
主張できないという特徴があります。これ書いておいてください。債権の特徴は特定の人に対してしか主張できないです。全員に主張できるわけじゃない。あとはここに書いてる通り、売買の目的物の引き渡し請求権、こんなのも債権になります。じゃあ先取り学習の続きで、次、不動産と動産というものをやっていきましょう。で、物件の対象となる物には不動産と動産というものがあります。じゃあこの不動産って何かというと、これ簡単。不動産は土地と建物、この2つだけです。もう分かりますね。土地は土地、建物は土地の上に建ってるものです。で、動産はこれも簡単、不動産以外のものを言います。で、土地と建物というものは日本では別個の不動産になる。これカウントの数え方の問題なので、別なんだと考えておいてください。それだけで結構です。土地と建物は別なんだ、それだけで、ここでは結構です。ではもうちょっと法律的な話に入っていきましょう。5ページ目の真ん中、所有権の移転時期、これめちゃくちゃ重要な概念になりますので、ゆっくりいきますよ。まず物件、所有権含むは、これマークしてください。特約がない限り契約の時に移転するということになります。ケースご覧ください。 A は B との間で B の土地を1000万円で購入する契約をした。で、所有権ってのは目に見えません。私がいくらこのペン所有権がありますって言っても見えません。じゃあいつ所有権が売ったら移転するかというと、簡単、契約の時。だから契約の瞬間に土地の所有権が B から A へ移転する、これがルールです。これ覚えておいてください。契約の瞬間に所有権は移転する。じゃあ次の重要概念いきましょう。次は不動産登記という概念を覚えてください。で、物件は当然のことながら目に見えません。ただね、目に見えないと皆さん土地買うとき怖くないですか？1億で皆さんね、六本木の土地を買うとしましょう。でもいくら竹山君がこれ私の土地だって言っても、所有権目に見えないから、いや、あなた本当に所有者ですかって思いますよね。そこで日本ではもちろん世界的にもありますけど、登記という制度があります。そこで登記というものによって所有権などの物件を公示する皆に示すことにしています。これ何言ってるかというと、簡単に言うと土地の所有者とか建物の所有者、不動産に原則限るんですけど、不動産の所有権を法務局に登録できるんですよ。その登録のことを登記と言います。で、普通は登録します。なので竹山君がこの土地持ってれば、法務局に行くと、竹山の土地だって書いてるわけですね。実際にはデータを出力してくれるんですけど、それを登記と言います。で、ちょっと分かりにくい人、もしね、車好きな人いたら、車も一緒です。ナンバープレートってありますね。あれ何のためについてるんですか？車のナンバープレート、ひき逃げされた時の犯人を探すため。いや、それもあるんですけど、あれは車の所有者を示してるんですよ。あれはナンバープレートによって、これは竹山の車だなって分かるように登録してるんです。で、土地も一緒、ナンバープレートはないんだけど法務局に登録する所有者を、それを登記と言います。ここまでいいでしょうか？ただね、ちょっと法律的なこといきますよ。登記の所在と所有権の所在は別の問題。何言ってるか、これね、難しく考えないでください。ケース見てください。 A は B から平成29年3月1日に土地を買ったとしましょう。で、土地の登記は平成29年3月2日に B 名義から A 名義に移転された。これポイントは、登記ってのは国が勝手にしてくれるわけではないんです。当事者が法務局に行って書類出さないと登記は移りません。それがポイント。
だから登記を申請しないと、法務局で手続きをしないと、ずっと違う人が登録されている状態になる。ということは、ここ見てくださいね。A は B から3月1日に土地を買ったってことは、3月1日に所有権は B から A に移転してるわけですね。じゃあこのね、この上の図は3月1日だとしましょう。3月1日に土地の所有権は B から A に移転しました。でも A と B は3月1日には登記を移す手続きをしていません。ということは3月1日の時点では登記は B にあるわけです。丸等って書きますよ。法務局に行って土地の登記簿っていうんですけど、登記簿を見ると B が所有者ってまだ書いてる。そして3月2日になるとようやく B が手続きをして登記を移した。なので所有者は A で、登記も A にあるということです。所有権というのはあくまで目に見えない権利が誰にあるか。登記というのは法務局に行ったら誰が登録されているかの問題です。で、一致するのが望ましいし普通は一致してるんだけど、このようにずれることがあります。で、ここ重要なんですよ。要するに所有権って権利、目に見えない権利と登録っていうのはずれることがある。一致するためにね、もちろん登記ってのはあるんだけど、ずれることはあり得る。これを押さえてください。いいでしょうか。で、普通はね、普通は契約の瞬間に登記を移転させます。これが実務です。でも AB が手続きをしなかったら、このように所有権と登記が分離する状態は起こっています。で、なんでこんな例外的なケースをやってるのかわけわかんないって人いるかもしれない。でもね、皆さんネットで検索してください。1年前にもありましたよ。地面師っていう人がいます。地面師っていうのは土地のね、この登記のズレとかを狙って土地をね、何百億する土地を奪っちゃう人のことを言います。しばしば今でも事件があります。こういうところを悪い人は狙ってくるんで、法律家は知らなきゃいけないんですよ、しっかりと。そういうことになります。じゃあいいでしょうか。とりあえず登記と所有権はずれる、それを前提にいきますよ。7ページ目。じゃあこんなこともありますよね。A は B から土地を買った、この土地は登記名義が B になっていたが、実は C のものであった。この場合 A は無権利者 B から土地を買ったので所有権を取得できないということになります。で、このルールも覚えておいてください。所有権がない人から土地を買っても所有権は取得できない。いくら登記があってもダメです。これは覚えておいてください。もちろん原則ですよ。法律は例外がつきものです。でも原則はこうなります。所有権がない人から土地を買っても所有権を取得できません。じゃあ次、ようやく出てきました。20条とです。土地の所有権は契約の瞬間に移転します。しかし登記と所有権の所在が一致しないことがあるので、次のような現象が起こり得ます。ケース見てください。 A は B に自分の土地を売りました。しかし登記は A の元にある。A はその土地をさらに C に売ってしまい、 C は所有権移転登記をしました。ちょっと落ち着いて図を描きましょう。つまり A さんはまず B さんに土地を売りました。丸一売買です。で、 B さん本当はね、土地を買ったらすぐに登記をしないと危ないんだけど、なぜか登記をしませんでした。登記を移しませんでした。となると登記は A のものにあります。この状態見てください。これ外から見ると
A さんが土地の所有者だと普通は思いますよね。だって法務局に行って登記簿取ると A って書いてるから。ということは、この A さんからさらに土地を買ってしまう C さん、こんなのもいるわけです。この同じ土地とか同じ不動産を二重に売ってしまうことを二重譲渡と言います。民法の基本的な問題です。しかも重要な問題です。でも、もちろん一番悪いのは A さんです。でも A さんは外国に高飛びしてます、おそらく。なので B と C、土地はどっちのものにするのかって決着をつけなきゃいけない。 A に責任追及できたらいいですよ。でも A さんに責任追及できない場合は土地をどっちのものか決める、そのルールが必要です。で、C さんは所有権移転登記をしました。じゃあ登記は A から C に移ってきたわけです。で、ちなみに C は A が同じ土地を B に売っていたことを知っていた。ああ、C 悪いやつですね。B さんがもう買ってることを知っていました。で、知っていることを法律では悪意と言います。だから C さんは悪意者です。よろしいでしょうか。ここで民法177条、レジュメにも書いてます。見ましょう。不動産に関する物件の特装及び変更は、で、物件の特装って書いてるので、所有権を得たりすることは不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い、その登記をしなければ第三者に対抗することができないと書いてます。で、二重譲渡も物件の特装です。つまり物件の得ること、所有権を得ることは登記をしなければ第三者に対抗できないって条文なんですね。で、二重譲渡でも所有権を得ている以上、登記がなければ第三者に対抗できないというルールになります。で、対抗ってのはとりあえずは主張だと考えてください。なので、登記がなければ自分の権利を主張できない、勝てないということになります。じゃあ、このルールをさっきの事例に応用しましょう。B と C の戦いです。 B は自分が所有権を得たということを C に主張できますか？ B は登記がないから C に対して主張できない。C は登記があるから B に対して自分の権利を主張できる。お、すると C の勝ちですよね。C が所有権を手に入れるということです。つまり、登記がなければ自分の権利を主張できない、勝てないっていうルールから、登記をした方が勝つというルールが導けるわけです。逆に言うと、これを登記をした方が勝ち、つまり二重譲渡は先に登記をした方が所有権を手に入れるというルールになっています。これはぜひ覚えておいてください。よろしいでしょうか。じゃあね、その他二重譲渡といろんなルールがあるんですけど、とりあえずこれぐらいにしておきましょう。まず登記があれば勝ちというのを覚えてください。で、8ページで一番上、悪意であっても良いかという話もあるんですけど、これは物件のところでやります。じゃあ次に星印の知識の補充いきましょう。民法では知っていることを悪意、知らないことを善意と言います。これも知っといてください。悪意ってね、一般用語で言うと非常に悪い意味がありますね。悪いことを企んでるとか。でも民法では知っているだけで悪意です。別に悪い意図がなくても悪意です。知らないことを善意と言います。これは知っといてください。じゃあ次の黒ポチのここ見てください。一つのところ、債権、主に金、これちょっと違う話題ね。債権、主に金銭の請求権が支払われない、弁済されないときに備えて担保を取るときがあります。これ何言ってるかというと、
友達に皆さん1000万円貸すと考えてください。本当に返してくれるか不安ですよね。で、返してくれない時に何か他に回収する手段を講じること、それを担保と言います。で、人に対する担保で主要なものが保証人、不動産に対する担保で主要なものが抵当権。この2つも今知っておきましょう。ちょっとね、図書きますけど、A さんが B さんに1000万円貸したとします。 A さんが B さんに1000万円貸すってことは、 A は B に1000万円返せと言える。この権利は債権ですね。物件ではありますよね。人に対して主張できる債権です。でも A さんは B さんちょっと疑ってる、返してくれないかもしれない、だって B さん貧乏だから。どうするかというと、一番簡単なのが保証人立ててくださいよ。聞いたことありますね、保証人。これがあります。そこで C さんが保証人に立ちました。で、保証人ってどういう人ですか。これは B がお金を払わなかったときに代わりに払う人を保証人と言います。でね、保証人が負っている債務のこと、債務っていうのは債権の反対で義務のことを、これ保証債務と言います。で、実はね、これ慣用的になぜかわからないけど保証債権って言い方をしません。保証債務って言い方をします。なので、まあこういうことなんだと思ってください。何かというと、これはB が払わなかったときに C が代わりに払う義務のことを言います。で、ちなみに B さんのこと、お金借りた人を主債務者と言います。この用語も覚えておいてください。主債務者。で、この保証人になることも立派な契約です。446条ご覧ください。446です。お気づきの通り、条文ってすごい飛びますよね。民法の条文、これパンデクテン体系取ってるからです。446条1項見てください。保証人は主たる債務者がその債務を履行しないときにその履行する責任を負う。2項、保証契約は書面でしなければその効力を生じない。まあそんなことが書いています。これが担保です。で、ちょっと皆さんここで金貸しの気持ちに考えましょう。 A さん B さん1000万円貸すにあたって C さんが保証人についてくれた、これで安心ですかね。この保証っていうのは実はすごい手軽です。保証人になってくれる人を見つければ保証契約がすぐ成立します。ただその反面、これ C がお金なかったら意味がありません。逆に言うと C がお金あればすごく意味がある。C も払ってくれない可能性があります。で、このように人を担保にすることを人的担保と言います。じゃあ次行きましょう。次は抵当権という話をやっておきます。これは保証っていうのは保証人がお金なくなったらちょっと不安だということで、物を担保に取ることができます。A が B に1000万円貸すにあたって、B の土地に抵当権というものをつけることができます。
抵当権というものは物権の一種です。これは B が支払わないときに、土地を売って、その代金で借金を回収できる。そういう意味です。これを抵当権と言います。これも分かりますね。 B さん借金払わなかったら A さん土地を売り飛ばして、その売れた代金から1000万円を回収する。これを抵当権と言います。369条1項です。条文は、抵当権者は債務者または第三者が、この場合お金を借りた B さんが債務者です。書いておきましょうか。お金を貸した A さんが債権者ね。A さんが債権者。B さんが債務者です。で、条文続きいきますけど、抵当権者は債務者または第三者が占有を移転しないで、債務の担保に供した不動産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。債権者はこの土地を売り飛ばして他の人に優先してこの1000万円の弁済を受けることができる。まあそういう感じで書いています。とにかく借金を払わないときに土地を売って回収できる権利、これが抵当権です。じゃあこの抵当権だと安心ですかね。土地は逃げないから。これ安心です。ただ、気をつけなきゃいけないのが、土地の値段が下がることってありますよね。その時は危険ですよね、これ。特に日本って昔バブルって時期があったんですけど、土地の値段すごく上がって、急にもう下がった時期があったんですね。そういう時はちょっと危険な権利になります。まあ一長一短があります。で、このように物を担保に取るのを物的担保と言います。物的担保。いいでしょうか。で、民法ってこういうね、いろんな制度があるんで、その制度をマスターしていってください。よろしいでしょうか。で、なんでこの先取り学習をやったかというと、次の論点に関わってくるからです。じゃあ行きましょう。9ページ目。制限行為能力による取り消しは取り消し前の善意の第三者にも対価を可能。意味わかんないかもしれないけど、これマークしておきましょう。めちゃくちゃ重要です。理由、取り消しとその行為は遡及的無効、また第三者を遡及行から保護する特別の条文がない。で、この辺りから本格的な論点に入ってきます。論点というのは解釈の、ポイントってことです。121条を引いていきましょう。121条です。取り消された行為は初めから無効であったものとみなすって書いてますね。つまり契約を後から取り消すと最初からなかったことになるんです。初めから。で、このことを遡及的無効と表現します。これは最初から無効ってことです。遡及的ってのは遡るってことですよね。遡って無効、最初から無効、遡及的無効、全部同じ意味です。この辺りの用語も慣れておいてください。じゃあこの取り消しとその行為は遡及的無効、121条ですね。じゃあ次のここの例を見てください。未成年者 A は公土地を
B に打った。その後 B は何も事情を知らない C に候補地を打った。その後 A は B との売買契約を取り消した、まあ、この事例で考えていきましょう。でね、土地に候補とか乙とかよく法律でつけます。まあ候補乙兵とよく言いますよね。まあ慣れてってください。これもそういうもんなんだと。じゃあこれ図書きますよ。はい、未成年者の A が B に土地を売りました。で、時系列が大事なんで丸1売買としておきましょう。その後 B は何も事情を知らない C に候補地を売りました。丸2売買で、 C は善意です。これもうちょっとイメージつけてもいいですよ。未成年者 A さんは悪徳不動産屋さん B さんに高土地を売りました。で、 B さんは何も知らない C さんにいい土地がありますよって高土地を売りつけました。ところが A さんは、あ、やばいと思ってこの売買を取り消しました。で、取り消しが最後ですよね。 C さんが物を買ったのが先、取り消しが後です。で、 C さんは取り消す前に出てきた人物ですよね。その人を書いといてください。取り消し前の第三者と言います。これはよく出てくる用語です。取り消し前の第三者。もう見えてきましたね。一番悪いのは B なんだけど、土地は C のものになるのか A のものになるのか、この戦いです。未成年者は取り消したから土地を戻してほしい。一方 C さんも5000万出して不動産屋さんから土地買ったんだ、土地欲しいですよね。土地はどっちのものになりますか、この戦いです。じゃあこれどう考えるかというと、ここです、ポイント。これまずね、取り消しとその行為は訴求的無効ってことは、この売買契約は最初からないんですよ。存在しなかったことになります。取り消した瞬間にこれは最初から無効。ということは、いいですか、 B が C に土地を売った時には最初からこれ無効だから A さんが所有者です。結論から A の土地を B が勝手に C に売ったということになります。ここでさっきちょろっとやったことを思い出してください。無権利者から買っても所有権は取得できない。この売買が最初から無効である以上、 B は土地の所有権を持ってないんです。一瞬たりとも持ってないんです。ということは、無権利者から B から買ったから無権利の B から買ったから C は土地を取得できない。こういう結論になります。まずこれを理解してください。具体例に即してでいいですよ。具体例に即して、理解して、 C は土地を取得できない、ここをまず理解してください。で、その理由は AB の売買を取り消すと訴求的無効だから、最初から無効だから。 B さんは一瞬たりともこの土地の所有権を取得していない。ということは B は他人の A の土地を C に売っただけ、 C は所有権を取得できない、そういうことになります。で、これを抽象的な法律の言葉で表現すると、一番上の行に戻りましょうか。制限行為能力者による取り消しは取り消し前の善意の第三者にも対抗可能。これ何言ってるかというと、 A さんの取り消しの主張は
取り消し前の第三者である C さんに対しても主張できますよね。主張できる結果 A さんは土地を取り戻せる。 C が土地を取得できないということはその土地は A のものということです。この現象をすごく凝縮しているとこういうことになります。制限行為能力による取り消しは取り消し前の善意の第三者にも対抗可能。理由は取り消しとその行為は訴求的無効だから。さらにこの人 C さんを保護するような条文もないんですよ。条文があれば保護されます。そういうことになります。でこのあたりに来ると民法の本格的な論点です。でまず事例を理解するようにしてください。これが第一歩で、事例理解できたらこの事例を論文で表現できなきゃいけないんです。つまり法律用語を使って文書化できないと論文では書けないということになります。で、そのやり方については後で論証というものをお見せしますので、そういうものでやっていくことになります。ここまでよろしいでしょうか。それではちょっとここでキリがいいので、10分間休憩いたします。お疲れ様でした。それでは後半始めていきます。後半はですねレジュメの9ページから始めていきましょう。9ページ目の真ん中あたりですね、次は取り消し後の第三者の話に行きます。さっき取り消し前の第三者でした。取り消し後の第三者とはとりあえずマークしましょう。取り消し後の第三者とは対抗関係に立つ。理由復帰的物件変動、まあ意味わかんないですね。でもコンパクトに書いていくとこんな感じになります。でこれもうちょっと見ていきましょう。論証1です。制限行為能力取り消しと第三者です。で見ていきましょう。未成年者 X が B に土地を売ったところ、 X の保護者が XB 売買を取り消しました。しかし X が登記を復帰させる前に B は C に土地を売却し、 C が登記を備えた。 C は所有権を取得できるかという問題です。でこれもね図を書いてゆっくり考えていきましょう。取り消し前が取り消し後になったからさっきと似ています。なので、まあちょっと空きスペースとかね見て図を書いてください。未成年者 X がいました。で X がまず B に土地を売ったんですね。すると X の保護者がすぐに気づいてこの売買を取り消しました。まあ、保護者出てくるとややこしいんで、まあ、未成年者が取り消しても一緒なんでこれ取り消しと書きましょう。でポイントは売った時点で登記も B に移転します。だから X は B に土地を売って B に登記を移転させました。で B に登記を移転させることを B 名義の登記があると言ったりします。あの法務局に行くと名義が B になっているという意味で B 名義の登記って言ったりもします。よろしいでしょうか。でその後すかさず X の保護者が売買に気づいて取り消しました。ただね気をつけなきゃいけないのは取り消すとこの土地は X のものに戻りますよね。すると登記も戻さなきゃいけないです。本来そして先ほども言いましたけど登記っていうのは国が勝手にやってくれるわけではない。当事者がこの図でいうと X が戻す手続きをしないと登記は戻ってきません。でも X は戻す手続きをしませんでした。だから取り消したんだけど登記は B 名義として残ってるんです。外から見るとこの土地は B のものだと見える。所有権は X なのに、そういう状態です。そうすると B はね、あ、登記まだ残ってる、ラッキーと思って、悪いやつですからね、もともと C に売っちゃうわけです。で C が登記を備えました。
C はこの土地の所有権を取得できますかという問題になります。そして C は取り消した後に出現していますから、 C のことを取り消し後の第三者と言います。よろしいでしょうか。さあ、これどう考えますかっていう問題です。で、取り消し後の第三者の場合はね、さっきの訴求的無効を一回忘れてください。判例はね、そう考えません。確かに取り消したら最初から無効なんだけど、判例はそう考えないわけです。で、判例、日本の最高裁判所をどう考えているかと言いますと、これね、所有権の流れを矢印で表現します。所有権の流れの図を書きますよ。そうすると、 X さんから一旦 B に所有権が流れましたよね、動きましたよね。で、取り消しによって B から X に戻りました。でも B さんは C に売っちゃったので、 B さんから C に矢印ができます。この所有権の流れを書いてください。ちなみに、一旦 X から B に所有権が移転したけど取り消しによって戻る、これ要するに売買で流れて取り消しによって B から X に戻ったと考えられますよね。この一旦動いた所有権が取り消しによって戻ることを復帰的物件変動と言います。さっきのわけのわからん用語がこのあたり話です。で、 B から C は売買で所有権が流れているということになります。よろしいでしょうか。で、ここでね、ちょっと感じ取ってほしいのは、最初の XB 売買を無視して考えると、所有権の流れは B から X に矢印が1、同じ B から C に矢印が1本出てますよね。同じ人から矢印2本出ています。これなんかさっき見たことありません？同じ人から所有権が2個動く、これ7ページでやったこの二重譲渡に似てませんか？ A さんから B に所有権が動いたけど、もう1本矢印が出てくる。判例はまさにこの取り消し後の第三者は二重譲渡と一緒に考えます。何言ってるかというと、結論から、二重譲渡ってどっち勝ちます？先に登記得た方が勝ちですよね。全く同じ結論を取るということです。で、ちょっと混乱してきたと思うんで、ゆっくり文章で見ていきますよ。9ページ目の論証1っていうのを見てください。この点から見ていきましょう。この点、実質的に見ると、実質的に見るとっていうのは法律の条文通りじゃないということです。訴求的無効って話は一回無視して、実質的に見るとどうなるかというと、一旦 B に起点した物件が取り消しにより X に復帰したと見ることができる。用語難しいけど、要するに所有権が一点 B に移転して取り消しにより B から X に所有権が戻ってきたと言ってるだけです。したがってB を起点とした、これ所有権の流れね、 B 矢印 X、 B 矢印 C との二重譲渡類似の関係が生じている。二重譲渡そのものではないです。でも似てるから二重譲渡類似の関係と言います。またこれダメ押し、未成年者 X も登記を復帰できるのに復帰しなかった点に落ち度があり、手続き取れば登記戻せた。なので X を無制限に保護する必要はない。
したがって XC は対抗関係になり、あの二重譲渡の関係を対抗関係と言います。もっと言うと対抗関係というのは先に登記を備えた方が勝ちっていう関係を対抗関係と言います。なので今の段階では二重譲渡対抗関係、先に登記備えた方が勝ち、全部同じだと思っていただいて構いません。対抗関係にあり先に登記を備えた方が確定的に所有権を取得すると解する、こういうことになります。でこの考え方実はめちゃくちゃ重要です。で今回のように実は同じ人から矢印日本関係 B から X に移転して B から C に移転する、これ所有権の流れで言えば同じ人から矢印2本、これ対抗関係と言います。でこの処理はすべてじゃないんだけどほとんど先に登記備えた方が勝ち、すなわち所有権を取得するというルールになります。でこれはめちゃくちゃ重要で今後も使う考え方なのでぜひ押さえてください。同じ人から矢印2本出てきたときは対抗関係、先に登記得た方が勝ち、何度も何度も出てきます。でさっきの二重譲渡も同じ、制限行為能力取り消し後の第三者も同じ、同じような考え方をします。いいでしょうか。じゃあ、これを踏まえた上で、9ページの下から2行目米印こう書いてますね。この論証は論証16、96条3項の第三者、論証17、詐欺取消後の第三者を参考にして書く。参考にして書くってことはこれ同じ考え方を使ってるってことですよ。だからこれ書ければこことここ大体書けるわけです。同じ考え方なんです。登記あれば勝ちの考え方をします。でちょっと確認なんですけど、取り消し前の第三者の処理はこの人保護されません、保護されない、土地を取得できないのは保護されないと言ったりします。だから A が絶対勝つわけです。これ A のものになるわけです。しかし取り消し後の第三者の場合はこの X と C は先に登記を得た方が勝ちだからどっちも勝つチャンスがあるわけです。だからここに無制限に保護する必要はないって考えてます。取り消し前だったら未成年者 X は無制限に保護された、必ず土地を取り戻した。でも取り消し後の場合は X と C は平等に勝ち負け決める、登記を先に取得した方が勝ちということになります。でここね本格的なもう論点なんですよ。普通に司法試験とか総合職の論文に出る話になってきます、これぐらいになると。なので結構難しいと思います。で今日の段階では半分理解できれば十分です。ただこういうことを一個一個積み重ねていくんだな、そういうイメージは持ってください。でここに論証って書いてますよね、これも説明しておきます。法律の解釈が必要な点を論点と言います。でその論点ごとに法律の解釈を論文では展開していかなきゃいけない、具体的には書かなきゃいけない。でも全ての論点を試験時間中にひねり出すことは不可能です。というかそんなの求められてないです。試験で求められているのは有名な論点についてはもう解釈と理由付けを用意していく、これが必要になります。料理でもそうですよね、いちいち最初から下ごしらえせずに料理してたら間に合いません。だから皆さんは試験前に下ごしらえをしていくんです。それが論書です。でこれ一言一句同じことを書く必要は全くありません。ただ似たようなことを自分の言葉でですよ書ける必要がある、そのために用意されたのが論書です。なのでこの論書を多少言い回しは変えてもいいから書けるようにしないと論文は書けない。逆に言うと論書を覚えて
書けるようにするのが司法試験総合職の勉強の中心になってきます。なのでこれ今日初めて出てきました。結構重要です。まずはいいですか、読んで理解できるようにしてください。理解できないと覚えられません。で、読んで理解できるようになったら、なんとかね、この下線部中心に覚えてください。まあ、似たようなことを書けるようにしてください。で、なんとなくうろ覚えしたら、もうこれを裏返して、チラシの裏って今言わないのかな？紙にちょっと書いてみる。自分で同じようなことを書けるか。それを確かめていってください。すっごい苦しい作業です。これが、もう嫌になって挫折する人いっぱいいるんですけど、試験に受かるためにはこれしかないので、ぜひね、この論書を書けるようにする作業を頑張ってみてください。これがそのまま論文のパーツになっていきます。よろしいでしょうか。じゃあ次行きましょう。じゃあ10ページ目です。で、論書がない部分はどちらかというと担当対策と、あと論文は普通に解釈じゃなくて条文をそのまま書いていけばいいということになります。じゃあ次行きましょう。未成年者です。未成年者の意味は、20歳未満のものです。ただし、これ、ちょっと書いておいてください。改正で18歳になる。そのうち改正されて18歳になります。で、米印、20歳未満のものでも婚姻をした場合、成年者とみなされるって規定があったんですけど、これも改正で消える。と書いておいてください。今ちょっと過渡期です、ここのルール。で、これは民事関係のみです。これ、婚姻をした場合、成年者とみなされるから、お酒が飲めるようになるわけではないとか、そういう話です。ふーんと思っておいてください。じゃあ次ですね。で、未成年者の行為は、行為って書いてるけど、これは法律行為ね。具体例は契約だと思ってください。だから未成年者の行為って書いてた時、代表例、契約は法定代理人、これ親権者親とかの同意を得ない場合原則取り消すことができます。で、5条2項を見てください。あ、1項からいきましょうか。5条の1項です。未成年者が法律行為をするにはその法定代理人の同意を得なければならない。ただし単に権利を得または義務を免れる法律行為についてはこの限りでないということになります。で、2項、前項の規定に反する法律行為、まあ代表例契約は取り消すことができると書いてますね。で、原則取り消すことができるんですけど、取り消すことができない行為がいくつかあります。これは担当に狙われます。まず、まあ当たり前ですけど、保護者が同意した行為、これは取り消せません。親がいいと言ったらそれは取り消せないことになります。次に、保護者から渡された一定の財産の処分、これも取り消せません。5条3項を見てください。第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも同様とする。ちょっと分かりにくいなって思う人は、具体例考えてみてください。むしろね、具体例を思いついた方が法律の理解が含みます。で、法律ってね、なんか抽象的に講義しないとね、怒る人いるんですけど、実はね、今の司法試験も総合職のトレンドも具体的に考えてくださいというのが中心です。具体的な法律問題をどう解決するか。なので、この3項も具体例思いつきますか。まず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は目的の範囲内において未成年者が自由に処分することができる。例えば親がこれ高校の授業料に使いなさいと言って10万円を子供に渡しました。その授業料の範囲内で使うに関しては当然取り消すことができない。これが前半ね。後半は目的を定めないで処分を許した財産、これいわゆる小遣いですね。はい、小遣い5000円あげるよ。その5000円の買い物は当然取り消すことができない。何買ってもいいんだ。そういうことになります。それが5条3項です。じゃあ次。単に権利を得、または義務を免れる行為。これは未成年者にデメリットがないから取り消せません。例えば私がですね、5歳児に100万円あげたとしましょう。日本は物をあげるのも贈与契約という立派な契約になります。
で、これは未成年者が単に権利を得るだけだ。デメリットがないから取り消せないということになります。あと義務を免れる行為、これは未成年者の借金を免除する、払わなくていいよ、これも未成年者にデメリットがないから取り消せません、そういうことになります。で、このあたり具体例イメージできるようにしておいてください。じゃあ次、保護者が未成年者に営業を許可した場合、その営業に関する行為、これもできません。できないというのは取り消しができません。6条1項見てください。一種または数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する。これ何言ってるかというと、例えば親が不動産屋さんやってて、15歳の子供に、よしお前ももう一人で不動産屋やってみろって許可した、そうするとその不動産の営業に関しては成年扱い、自由に契約ができる、逆に言うと取り消しができないということになります。それがこのルールです。保護者が未成年者に営業を許可した場合、その営業に関する行為、これは取り消すことができません。じゃあ試験に出るところやりましょうか。これね、試験に出るポイントどこだと思います？ここ、その営業に関する行為、つまり他の行為は取り消しできるんですよ。例えば親が未成年者に不動産屋さんやっていいですよって許可した、未成年者が不動産業に関係なくスポーツカーを買ってきた、そのスポーツカーを買う契約は当然取り消しできる、あくまでその営業に関する範囲は取り消せなくなるだけ、このその営業に関するというのがポイントです。いいでしょうか。次いきましょう。未成年者が成した遺言、まあ、一般用語では遺言って言いますけど、法律では遺言ということが多いです。どちらも正しい読み方です。で、遺言って何かというと、自分の財産を誰にあげますとか書くことですね。それを遺言と言います。で、これなんで取り消せないかというと、961条を見てください。961条です。これね、条文で何歳からできるかがはっきり書いてるからです。961条、15歳に達した者は遺言をすることができるってはっきり書いてるから、15歳以上の遺言は当然取り消すことができないってことになります。なので15歳に達した場合の遺言は取り消せません。こういった15歳って数字もね、覚えておいてください。あと嫡出でない子の認知、780条見てください。認知をするには、父または母が未成年者または成年非後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない、そういった規定になります。例えば15歳の人がね、結婚しないで子供を産んだんだけど、それは自分の子供だって認める場合、これは親の許可はいりません。さすがにそんなのも許可がいるってなるとおかしいから。なので認知、自分の子だって認めることは、これは親権者とかが取り消す方ができない行為になります。よろしいでしょうか。じゃあ次、保護者の権限いきましょう。未成年者の保護者は法定代理人と言いますけど、これは普通は親権者がなります、親がなります。で、ちょっと条文は複雑なんで見ませんけど、次ね、親権者がいないとき、または親権を行う者がこの財産を管理する権限を有しないときは後見人がなります。これ何言ってるかというと、親がいないときは未成年者に後見人って人がつきます。で、親がいるときでも、その人が、まあ、いろんな事情で財産を管理する権限がないときも後見人がつきます。838条見てください。後見は次に掲げる場合に開始する。1号、未成年者に対して親権を行う者がないとき、
また親権を行う者が管理権を有しないとき、2号、後見開始の審判があったときです。で、気をつけていただきたいのが1号が未成年後見人って概念です。838条1号が未成年後見人。838条の2号が成年後見人です。1号が未成年後見人、2号が成年後見人になります。まあ、初回なんですけど、まあ、試験に出るところも知りたいと思うので、ちょっとやっておきましょうか。じゃあ今から言う問題は丸ですか、×ですか。17歳の人に成年後見人がつくことはありえない。これどうでしょうか。まあ、普通に考えて、未成年だったら未成年後見人がついて、成年だったら成年後見人がつきそうですよね。でも実はこれ違うんですよ、×なんです。これね、未成年につくのが未成年後見人、成年につくのが成年後見人ではありません。もう一回838を見て。1号、未成年者に対して親権を行う者がないとき、または親権を行う者が管理権を有しないとき。1号は未成年者に親がいないときにつく後見人。これが未成年後見人です。なので、こっちが未成年にしかつかないってのは正しいです。問題2号。成年後見人。これは2号。後見開始の審判があった時としか書いてません。で、ちょっと思い出してください。成年後見ってのは、事理を弁識する能力が各状況にある時ですね。未成年者でも重度の精神病で事理弁識能力書く場合があります。結論から言うと、成年後見人は未成年につく可能性があるんです。こっちは未成年しかありえないです。こっちは成年も未成年もありえます。こんなのが担当に出たりするんですね。これはぜひ覚えておいてください。じゃあこのことがまだ信じられない方、証拠があるんです。条文にちょっと見てみましょう。7条を見てください。7条、さっき見た後見開始の審判の条文であります。精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあるものについては、家庭裁判所は本人、配偶者、四親等内の親族。次見てくださいね。未成年後見人って書いてますね。つまり15歳の子供の面倒を見ている未成年後見人がいます。その未成年後見人がこの15歳の人に成年後見人をつけてくださいって請求することができるって意味です。これわかりますか。要するにこれ、未成年後見人が後見審判を申し立てられるということは、これ A っていう未成年者がいて、この人の面倒を見てます。でも A が重度の精神病にかかったから、未成年後見人が家庭裁判所に A の後見開始の審判の申し立てができるんですね。
要するに家庭裁判所の A に成年後見人をつけてくれという申し立てができるという状況です。ということは未成年者にも成年後見人がつくという意味になります。結構難しいですけど、こういう細かい条文のつながりもぜひ意識してください。でなんでこんなことが起こるかというと、未成年後見人と成年後見人は仕事が違います。仕事が違うからこんな現象も起こります。ここまでよろしいでしょうか。じゃあ、あとレジュメの続きですけど、未成年後見には複数可能です。何人かつくことができます。あと法人がなることも可能です。これもね、たまに出ます。でこれなんで出るかというと、まあ、条文通りなんですけど、昔はね、一人しかダメだったんですよ。これが法律変わって複数可になった。結構昔ですけどね、法律変わった時は出やすいです。あと昔は自然人しかダメだった。法人もできるようになりました。なので一応覚えておいてください。じゃあ次ケースいきましょう。未成年者は保護者の同意を得ずに100万円で車を買う契約を締結した。保護者は何ができるかって問題です。もう一つ丸に、未成年者が有効に契約を締結するためには何をすればよいかということです。じゃあ丸一の答えからいきましょう。で未成年者が勝手に車を買ってきたら、保護者は売買契約を取り消すことができます。取り消し権があると言います。5条2項です。でもう一個、親が未成年者勝手にやってきてくれ、やっぱいいですよっていう場合もありますよね。それが次の黒ポチ、保護者は売買契約を、これ追認と言います。追認と取り消すマークしておきましょうか。追認することができます。追認というのは後から認めることです。もうやっちゃったからいいよと、これを追認権と言います。122条ご覧ください。取り消すことができる行為は120条に規定するものが追認したときは以後取り消すことができない。で保護者が追認するともう取り消せなくなります。で追認するとここに書いてる通り売買契約が確定的に有効になり、その後取り消せなくなる。これが122条です。よろしいでしょうか。じゃあ次、11ページって丸2の答えです。未成年者が契約できるようにするためにはどうするか。保護者の同意を得る、これが一つです。これ同意権ですね。で包括的同意も可、包括的同意ってのはまとめてもういろんなことやっていいよって同意も可能ですし、ピンポイントでこの車の売買契約だけやっていいよってのも可能です。まとめて同意するのを包括的同意と言います。あと目次の同意も可、はっきり同意しないんだけど保護者のまあ言動から考えるとまあ認めてるんだろうな、それを目次の同意と言います。これでもいいとされています。あとは保護者に代理して契約を結んできてもらう、これ代理権と言います。824条見てください。親権を行う者はこの財産を管理し、かつその財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただしその子の行為を目的とする際も生ずべき場合には本人の同意を得なければならない。まあ、後半はちょっと放っておいて、前半を見るとその子を代表すると書いてます。で代表するというのは代わりに契約できるぐらいの意味だと思ってください。なので、これ代わりに契約してもらえます。いいでしょうか。じゃあ次12ページいきましょう。次は成年非後見人ですって意味です。
で、成年非後見人っていうのは、精神上の障害による自理を弁識する能力を各状況ですね、マークしておきましょうか。各状況にあって、後見開始の審判を受けたものを言います。で、審判の申し立てがなされ、審判の要件を備えるときは、審判の要件というのは、自理の弁識する能力を各状況にあるときは、家庭裁判所は必ず審判しなければならない。必ず成年非後見人にしなければならないということになります。まあ、実務上はね、精神科医に鑑定してもらったりします。この人本当に、弁識能力がないんだよ。で、逆にね、要件が消滅したとき、これ重度の精神病から回復したときは、請求により家裁が審判を取り消します。10条見てください。第7条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、未成年後見人及び成年非後見人及び以下同じ、後見監督人、未成年後見監督人及び成年後見監督人及び以下同じ、または、検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。本人も請求できます。ということで、取り消しになります。取り消すと、宣告は、気をつけてくださいね。将来に向かって消滅します。訴求的じゃないです。将来に向かって消滅です。でね、これ法律の考え方なんですけど、取り消しが遡るか将来に向かってかってのは結構重要になります。で、将来に向かってって意味わかんないよって方もいるんで、ちょっと説明しておきますね。この時系列があって、ここで審判があって、ここで審判の取り消しがありました。審判の取り消しがあると将来に向かって消滅するってことはどういうことか。この審判から審判の取り消しの間はどちらにせよ成年非後見人で、これはひっくり返りません。で、こっから全部行為能力ありということになります。ということは、審判から審判の取り消しの間までの行為は依然として取り消しかということになります。これが将来に向かって消滅するの意味です。で、もしこれ遡って、全部無効になるんだったら、ここも成年非後見じゃないことになります。でも今回は遡らない、将来に向かって消滅です。で、これなぜでしょうか。法律ってのはなぜってのがすごい大事なんですよ。まあ、日常生活で友達にやると嫌われるかもしれないんですけど、法律やってる限りはなぜと考えてください。なんでこれ遡らないんですか。これは普通にね、理論的に考えれば分かります。ここで審判がなされて、ここで審判の取り消しがなされたってことは、ここの間は自理弁識能力がなかったんですよ。で、ここで能力復活したんですね。だから能力ない間は成年非後見人、能力復活したら行為能力あり、これが理論的にもすっきりしますね。そういう話になります。いいでしょうか。じゃあ次いきますね。次の黒ポチは、成年非後見人の行為や一定の行為を除き取り消すことができます。9条になります。ちょっと早いですかね。成年非後見人の法律行為は取り消すことができる。ただし日用品の購入、その他日常生活に関する行為についてはこの限りでない。原則取り消すことができます。でも日用品の購入はダメ。これなぜかというと、これやっぱり本人の意思の尊重です。例えばですね、成年非後見人とかコンビニで漫画買ってきた、そんなものも取り消されたら大変ですよね。だからそういうのは
取り消さないでおきましょうっていうことになってます。じゃあ次いきますね。で、い、取り消すことができない行為は今見た日用品の購入その他日常生活に関する行為、これはもう自由にやりましょう。ちょっと洗剤無駄遣いして買ってきたからといってそれはもう自由にさせてあげましょう。そう考えるわけです。あとね、条文には書いてないけど婚姻離婚など身分法上の行為、これも取り消すことができません。なぜかというとこれは本人の意思を尊重すべきだから。だって成年非後見人が結婚してきました、後見人が取り消します、これおかしいですよね。結婚とか離婚っていうのはあくまで本人の自由にさせるべきだから、これは取り消せません。でね、重要なのはこれ、保護者の同意は無効です。保護者が同意した行為も取り消すことができるって意味です。これ結構引っ掛けで出てきます。これなんででしょうか。成年後見人がやっていいよって言った行為でも取り消すことができます。これはね、簡単、成年非後見人ってのは自理弁識能力が全くないですよ。保護者がいいよって言われてもその意味は分かりません。そのレベルなんです。だから保護者がいいよって言ってもその通りできるわけがないから同意なんか無効、同意したとしても取り消せる、そういうことになります。これちょっと言い換えて書いておきましょうか。同意があっても取り消せるってことです。同意があっても取り消せる。ということになります。同意があっても取り消せます。じゃあ次行きましょう。保護者、成年後見人の権限です。これ未成年者の同じ権限が3つ。代理権、代理権ってのは成年非後見人に代わって契約をする。取り消し権、あとは追認権、この3つはありますけど、さっき言った通り保護者に同意権はありません。同意しても意味がないから。で、この保護者成年後見人は裁判所が選任します。先ほどと同様に複数か法人かです。さらに夫婦の一方が当然に成年後見人になるわけではない。これわけわかんないと思うので解説しておきます。誰が成年後見人になるか家庭裁判所が決めます。そしてかなり昔の法律なんですけど、例えば夫が成年非後見人になるときは必ず妻が成年後見人になるというルールが昔あったんですよ。夫婦の一方が当然に成年後見人になるというルールが昔ありました。でもこれは非常に非合理的だったのが廃止されました。なんででしょうか。成年非後見人になるパターンって大体2つ、重度の精神病か、認知症です。認知症の場合考えてください。当然夫が高齢だったら妻も高齢ですよね。片方認知症になってももう片方が認知症になるのは時間の問題ということで、夫婦の一方が当然に成年後見人になるってルールは不合理だったので廃止されました。ただ法改正のところなので一応覚えておいてください。いいでしょうか。じゃあ次ですね、非補佐人いきましょう。意味です。非補佐人は精神上の障害により自理を弁識する能力が、マークしましょう、著しく不十分で、かつ補佐開始の審判、これを受けたものを言います。で、11条を見ておきましょう。精神上の障害により自理を弁識する能力が著しく不十分であるものについては、家庭裁判所は本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、また検察官の請求により補佐開始の審判をすることができる。ただし7条に規定する原因があるものについてはこの限りでないということになります。で、さっき条文さらっと読んだけど、7条に規定する原因があるものについてはこの限りでないということは、成年非後見人に該当するものは補佐人、非補佐人はできないです。成年非後見人でやってくれということになります。で、次見てくださいね。非補佐人のなした行為は以下の重要な行為に限って補佐人の同意がない場合取り消すことができます。非補佐人ってのは中程度だから全部の契約取り消せるわけじゃないです。
重要な契約だけ取り消せます。そのリストが13条を見てください。13条1個、非補佐人が次に掲げる行為をするにはその補佐人の同意を得なければならない。ただし9条の正し書きに規定する行為についてはこの限りでない。いっぱいありますよね。1号から10号まであります。ちょっとピックアップしてみましょう。2号、借財または保証をすること。まあ、お金借りたりするのは重大な行為なんで、これは、補佐人の同意が必要だ。3号見てください。不動産その他重要な財産に関する権利の独創を目的とする行為をすること。だから不動産を売ったりする行為は補佐人の同意が必要です。一方でこれ重要な財産に関する権利の独創って書いてますよね。だから例えばね、ちょっと高い本棚を買ったとかそういうものだったら別に取り消すことはできないわけです。あくまで不動産とか本当に重要な財産、高い財産ね、そういうものを買った時は補佐人の同意が必要。4号、訴訟行為をすること。まあ裁判は重要ですよね。こんなものが補佐人の同意を要する行為になります。じゃあこんなものを覚えられないよっていう方いらっしゃいますよね。で担当試験の直前はここのレジュメの注釈も含めてこれ覚えてください。ただし今の段階ではこう考えてください。今の段階ではまず重要なものだけ取り消せるんだ、同意が必要なんだ。ざっくりそれでまず覚えます。重要なものだけ同意が必要で、特にピックアップしていきたいのは13ページの丸3見てください。不動産の売買その他重要な財産に関する権利の督促を目的とする行為、これはマークしておきましょう。当然不動産の売買なんかは同意が必要となります。あと9号見てください。丸9ってとこね。土地について5年、建物について3年を超える賃貸借をすることです。でこれレジュメにはこう書いてるんですけど、13条の9号の条文見てください。602条に定める期間を超える賃貸借をすることって書いてます。で602条がご覧ください。民法602条です。処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、これ何言ってるかというと、処分の権限って売ったりできない人ね、貸すことはできるけど売ることはできない人が賃貸借をする場合には次の各号に掲げる賃貸借はそれぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めた時であってもその期間は当該各号に定める期間とする。で2号を見てください。漢数字の2ってのを2号と読みます。5ね。前後に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借5年、3号建物の賃貸借3年。でこれをこれね、短期賃貸借と言います。要するに非補佐人があんまり長い間自分の家とか貸すと大変だから期間制限を設けた。602条の短期賃貸借の期間じゃないと貸せないよとしました。この短期賃貸借ってのも覚えておいてください。で10号その他家庭裁判所の定める行為です。で今は重要な行為は取り消せる、同意が必要だ。特に不動産の売買なんかが典型例だ。それを覚えてください。あと短期賃貸借も覚えておいてください。じゃあ次 E 行きましょう。取り消すことができない行為で、上のリストに該当しても日用品の購入その他日常生活に関する行為はやっぱり取り消せません。13条ご覧ください。13条1項の正し書き、非補佐人が次に掲げる行為をするにはその補佐人の同意を得なければならない。ただし第9条正し書きに規定する行為についてはこの限り出ない。9条正し書きというのは日用品の購入とかそういう話でした。よろしいでしょうか。じゃあここで皆さんに問題ね、私が非補佐人だったとしましょう。友達とバスで街に出かけました。バスのお金がないから友達から200円借りました。
はい、この200円借りる行為は取り消せますか、取り消せませんか。条文を指摘して答えてください。どうでしょう。非補佐人が友達にバスの200円を借りた、これ取り消せる、取り消せない、取り消せないとしたら、あるいは取り消せるとしたらどこに当たりますかってことです。で、これは結論から言うと13条1項2号には該当します。200円であっても借財をしています。ただし13条ただし書き、すなわちこれ日常生活に関する行為だから取り消せないということになります。借財だけど日常生活に関する行為だから取り消せない、これが結論です。いいでしょうか。じゃあ次行きましょう。保護者の権限です。これは同意権、取り消し権、追認権はあります。ただし非補佐人っていうのはある程度は能力がまだ残ってます。だからあくまで自分で契約できるんですよ。保護者が同意して自分が契約するのが前提だから、これ見てください。一定のものの請求により代理権を付与できる、つまり保護者の代理権っていうのはないのが原則なんです。で、付けたい場合は誰か請求して家庭裁判所が認めれば代理権が付与されます。これは本人の申し立てまたは同意が必要です。で、条文飛ぶんですけど876-4見てください。876条-4(1)です。家庭裁判所は11条本文に規定するもの、または補佐人もしくは補佐監督人の請求によって非補佐人のために特定の法律行為について補佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。で、2項本人以外の者の請求によって全項の審判をするには本人の同意がなければならない、本人の同意は必要です。ということで代理権を与えることができます。いいでしょうか。で、気になった人もいると思います。なんで876条まで飛んだんだろう。これね、制限行為能力っていうのは当然契約の問題でもあります。契約取り消す問題だから財産法の最初に入ってるんだけど、これ親族とかにも絡みますよね。家族関係にも絡むので後の方の条文にも入ってる。こういうふうに飛ぶんですね、やっぱパンデクテンだから。そういうことになります。で、米印、意外と重要なのがこれ、補佐人が非補佐人の利益を害する恐れがないにもかかわらず同意しない場合、こういうのがよくあります。典型的なのがこういう場合、老人ホームに入る費用を作り出すために家を売りますって非補佐人が言ったら補佐人がダメって言うんですよ。困りますよね。同意してくれない場合はどうするかというと、なんと家庭裁判所が同意に代わる許可を与えることができます。補佐人が同意してくれない場合は家裁に許可をもらえます。13条3項をマークしていただいて条文を引きましょう。13条3項です。補佐人の同意を得なければならない行為について、補佐人が非補佐人の利益を害する恐れがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は非補佐人の請求により補佐人の同意に代わる許可を与えることができる。これ結構ね、担当で聞かれるので覚えておいてください。じゃあ次、非補助人いきましょう。あ、意味です。非補助人は精神上の障害による自理を弁識する能力が、この不十分マークしましょう。不十分なもので、さらに補助開始の審判、これも必要です。補助開始の審判、これを受けたものを言います。15条1個後で見といてください。で、重要なのは非補助人というのは一番軽いです。なので米印見てください。本人以外の請求により補助開始の審判をする場合は本人の同意が必要です。必ず必要です。だから自分で自分を非補助人にしてくれっていうんだったらいいんですけど、他の人が申し立てる場合は非補助人になるべきものの同意が必要です。これぜひ覚えておいてください。
15条2項をマークしておきましょう。で、15条の2項も引いてください。本人以外の者の請求による補助開始の審判をするには本人の同意がなければならない、そういったルールになります。で、この補助開始の審判は同意を要する行為の審判または代理権付与審判とともにする。何言ってんでしょうね。これちょっと解説しておきますね。非補助人っていうのは認められたらどうなるかというと、14ページ見てください。こうなります。取り消すことができる行為は非補佐人のリスト、これ非補佐人が取り消されるリスト、不動産売買とかのリストの中で家庭裁判所が認めたものだけなんです。何を言ってるかというと、非補助人っていうのはピンポイントで決めるんですよ。この人を不動産売買だけ一人でできなくしてくださいってピンポイントで決めて非補助人にするんです。ということは13ページに戻って、何の行為に同意がいるか、あるいは何が代理権あるのか、それを決めて審判の申し立てをしなければならない、そういうことになります。いいでしょうか。じゃあ14ページいきましょう。で、ここの17条1項もマークして条文を引いておきましょう。17条1項です。家庭裁判所は15条1項本部に規定するもの、または補助人もしくは補助監督人の請求により、非補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は13条1項に規定する行為の一部に限る。つまり非補佐人同意必要リスト、これが13条1項でした。この1号から9号までじゃないとできないということです。10号を除かれるのは10号は家庭裁判所が決めたものっていうだけです。いいでしょうか。で、保護者の権限いきましょう。保護者の権限は同意権、取り消し権、追認権、代理権とともに家庭裁判所が認めたもののみ認められます。これが、補助人の権限です。で、ここでちょっとコメント、この括弧って何ですか。竹山が間違えた。この括弧、この括弧意味があるんです。同意権、取り消し権、追認権はワンセットなんです。これなぜか、保護者に同意権があるから同意しないで行為をした場合は取り消せますね。だから同意権と取り消し権は必ずワンセットです。そして同意しないで行為をしたのに後からいいよっていうのが追認権ですよね。だから取り消しも追認権も同意とワンセットなんです。さらに取り消しと追認権って後から取り消す、後から同意する、だから全部これワンセットなんです。結論から言うと、同意権、取り消し権、追認権は全部あるか全部ないかどっちかしかない、そういうことです。ワンセットっていうのはぜひ知っておいてください。いいでしょうか。じゃあ次、括弧6番です。審判相互の関係、より重い方の審判をするときは軽い方の審判を取り消すというルールがあります。19条ご覧ください。19条1項です。後見開始の審判をする場合において、本人が非補佐人または非補助人であるときは家庭裁判所はその本人に関わる補佐開始または補助開始の審判を取り消さなければならない。複雑そうに見えてそんなに難しくないですよ。後見開始っていう一番重い審判をするときは下の2つの審判は当然取り消さなければならない、軽い方を取り消すということです。で、2項、前項の規定は補佐開始の審判をする場合において、本人が成年非後見人もしくは非補助人であるとき、または補助開始の審判をする場合において、本人が成年非後見人もしくは非補佐人であるときについて順用する。まあ、他のパターンにも順用されるということです。じゃあ次、保護者の権限のまとめです。丸が権限あり、罰がなしです。で、親権者未成年後見には同意、取り消し、追認、代理全部あります。で、
成年後見人同意見がない、くどいですけどこれは絶対絶対覚えておいてください。成年後見人同意の意味はありません、同意はありません。なぜかというと成年非後見人は同意の意味が理解できないから。で、補佐人は同意権取り消し権追認権ありますけど、代理権は三角、家庭裁判所が認めた場合の、補助人は全部三角です。ここまでいいでしょうか。じゃあちょっとややこしいところにいきますよ。括弧7、制限行為能力者相手方の保護、あ、催告権です。で、この催告権ってところは条文そのまま覚えればいいんですよ。でも条文が非常にややこしいんです。なのでちょっと見ていきましょう。制限行為能力者の相手方は1ヶ月以上の期間を定めて期間内に追認するかどうかを格闘するよう求めることができる。これ何言ってんでしょう。皆さんは未成年者にうっかり車を売っちゃったディーラーだと考えてください。不安じゃないですか。取り消されるかもしれないし追認されるかもしれない、どっちか決めてくれと思いますね。決めてくれたら後で処理できるじゃないですか。なので不安だから1ヶ月以上の期間を定めて、つまり2ヶ月以内に追認するかどうか決めてくれと求めることができます。これを催告権と言います。で、これね、格闘がない場合、追認しますよって来たら追認になりますね。格闘がない場合どうなるかというと、場合分けです。追認できるもの、これは保護者とか、あとは能力者となった後の本人、未成年者でも後で成年者になった本人に催告した場合は追認したものとみなされます。で、追認できないもの、被補佐人、被補助人に保護者の追認を得るよう催告した場合は取り消したものとみなされます。若干こんがらがってきたと思うので少し、図を書いてやっていきましょう。で、補佐人の場合を考えます。で、ポイントは補佐人ってのは催告されても意味が分かる人ですね。何を起こったか意味が分かる人、この人意味分かる人。非補佐人ってのは自理弁識能力が不十分だから意味が分からないかもしれない。ここがポイントです。で、相手方が意味側から補佐人に催告をした、つまり追認するかどうか教えてください、取り消すなら取り消してください、はっきりしてくださいと催告をした、補佐人は当然催告というものはどういう意味か分かってます。それなのに補佐人が回答しなかった場合、格闘ない、この場合は意味わからない補佐人が無視したんだから追認としていいですよね。これは追認とすると、契約はできる限り有効とするという原則から補佐人の格闘がない場合は追認とします。意味がわかるしそれでいい。逆に相手方が非補佐人に催告をした、この催告の中身はレジュメに書いてある通り補佐人の追認を取ってきなさいという催告になります。でも非補佐人に催告しても非補佐人は何これ意味がわからないってことが往々にしてあります。これで追認したものとする、契約を有効とするとかわいそうなので格闘がない場合は自動的に取り消しになるということです。ポイントは保護者は意味わかる、制限行為能力者は意味わからない、だから保護者に催告して何もなかったら追認、でも意味がわからない制限行為能力者に催告して無視されたらこれは取り消しになる、そういうことになります。
じゃあ20条1項を見てください。20条1項です。制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者（括弧行為能力の制限を受けない者より以下同じ）となった後、その者に対し、1ヶ月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを格闘すべき旨を催告することができる。この場合においてその者がその期間内に格闘を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。これが上のパターンね。じゃあ次、下のパターンをレジュメに書いている通り、20条4項をご覧ください。制限行為能力者の相手方は、被補佐人または被補助人に対しては、第1項の期間内にその補佐人または補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被補佐人または被補助人がその期間内にその追認を得た者の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。そういうことになっています。で、この4項は被補佐人と被補助人しか書いてないですね。ってことは、未成年者と成年被行権人が抜けてる。1項は保護者ってまとめて書いてあった。でも4項は被補佐人と被補助人しか書いてない。じゃあ未成年者成年被行権人催告した場合はどうなるかというと、15ページです。なんと未成年者成年被行権人に対する催告はそもそも無効です。意味がないんです。なぜか、これ98-2って見てください。意思表示の受領能力と言います。これ何か意思を受け取る能力ってのがあるんですね。98条2項を見てください。意思表示の相手方がその意思表示を受けたときに、意思能力を有しなかったとき、または未成年者もしくは成年被行権人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし次に掲げる者がその意思表示を知った後はこの限りでない。1号相手方の法定代理人、2号意思能力を回復しまたは行為能力者となった相手方ということになります。これ何を言ってるかというと、未成年者成年被行権人に対して何を通知しても意味がないということです。なんでこんなルールがあるかというと、いいですか、未成年者17歳とか思い浮かべないでくださいね。0歳以上思い浮かべてください。一律に決めるからね。成年被行権人も自理弁識能力を欠く状況です。だから手紙を受け取ったってことすらわからないんですよ。だから一切もう無効なんです。何をしても無効なので、被補佐人被補助人と全然違うルールになります。いいでしょうか。無効ってのは何も起こらないということです。取り消したものとみなすとか、そんなことも一切起こらない、そういうことです。じゃあ次行きましょう。差術を用いた場合、これはねそんなに難しくない。21条、制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるために差術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。何言ってるかというと、17歳の未成年者が例えばね、お兄ちゃんやお姉ちゃんの運転免許証を偽造かなんかしてね、自分の運転免許証です、私は成人ですって嘘をついて契約をした、その場合はさすがに嘘をついてるから取り消すことができなくなります。自分が成年だって偽って契約をした場合は、その行為を取り消すことができなくなる、そういうルールになります。で、これ未成年者の場合がよくあるんですけど、制限行為能力者一般に適用されるルールです。じゃあ次の問題いきますね。当然ね、はい、私、21歳ですって嘘ついたら取り消せなくなります。じゃあ未成年者であることを黙ってただけだったらどうか。騙してはいない、それが米印。単なる黙秘は含まない、つまり黙ってるだけだとまだ取り消しできるが、黙秘と他の言動が相まって相手方の誤信を強めた場合は差術に当たる。黙ってるだけじゃなくて、成年ってはっきり言ってないんだけど、いろんな行動が成年であることを示してる、この場合は差術に当たるとするのが判例です。これよくあるの、よく聞かれる判例なので覚えておいてください。相手方の信頼保護と未成年者保護の調和の観点から公開します。いいでしょうか。
じゃあ次、時効です。時効というのは取り消し権が消える、いつまでも制限行為能力の取り消し権が続いてたら迷惑です。なので消します。取り消し権は追認できる時から5年で時効で消えます。で、行為の時、契約の時から20年で除斥期間で消えます。時効と除斥期間の区別はとりあえず置いといてください。5年20年で消えるんだなっていう、なんとなくそれだけ覚えてればいいです。125条見といてください。あ、126条、すいません、126条ですね。取り消し権は追認をすることができる時から5年間行使しない時は時効によって消滅する。行為の時から20年を経過した時も同様とする。まあ、追認をすることができる時って、例えば未成年者が大人になった、追認できますね。そこから5年、あと契約の時から20年経つと消滅します。ふーんと思っておいてください。で、時効と除斥期間って言葉はだいたいね、5、6回目の講義で出てきます。なので今はそこは深入りしないでください。いいでしょうか。で、ここでようやく3つの能力終わりました。意思能力、権利能力、行為能力です。で、次は16で、ここまでのところはどっちかっていうと担当によく出るところで、論文ではそれほど出ません。ただし論文で重要なのはくどくどやった9ページ、これくどくどやりましたね。これ実はなんちゃら前、なんちゃら後に場合分けしたこの考え方、今後何度も出てきます。だからこのページだけは論文で非常によく出る、担当にももちろん出ますということになります。じゃあ次ね、16ページの失踪ってところちょっと入っていきます。失踪の意味、失踪は一定期間生死不明の者の死亡を犠牲して、犠牲ってのは死亡したかどうかわからないけど死んだことにするということです。法律関係を確定させる制度のことを言います。30条見てください。不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができます。で、これ死んだことになるので相続が始まります。なんでこんな制度があるか、例えばですね、ちょっと想像してみてください。自分のひいおじいちゃんは戦争に行ったまま帰ってきませんでした。もう何十年も経ちます。太平洋戦争に行って帰ってきませんでした。おそらく、まあ縁起悪い話ですけど、おそらく亡くなってますよね。もう年数も相当経ってるし。でもこれ死亡したことにしないと相続の処理ができないんですよ。だからとりあえず死亡したことにして相続の処理をしましょう。これが失踪って意味です。ただし米印見てください。遠くで生存していた場合は権利能力まで奪うものではないので、本人が遠くで契約をした場合、契約は有効になります。この権利能力まで奪うものではないというものをマークしてください。で、これね、意味わからないと思うんですけど非常によく出るんです。で、実は例見るとそんなに難しくない。見てください。東京都に住んでいる A が7年間生死不明になった。で、子 B は失踪宣告を申し立てて認められたら A は死亡したことになるので A の財産を相続することができます。さらに A に配偶者がいた場合は死んだことになるから死別となります。でも一方で A が実際に沖縄で生存していった場合、A は沖縄で自由に財産を持ち契約を締結することができる。だって A は生きてるから沖縄で契約をすることは自由です。このように従前の従処置ではなくなったことにして相続とか死別の処理をしましょうというのは思想。どっかで生きてても当然権利能力はあります。そういうことです。いいでしょうか。で、米印、なお3年以上生死の不明の場合は配偶者は離婚もできます。770条を見てください。夫婦の一方は次に掲げる場合に限り離婚の訴えを提起することができる。3号、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき離婚もできます。ただこれ親族法で詳しくやりますけど、死別と離婚って違いますよね。まあなんとなくわかると思うんですけど、
なので別に離婚しないで失踪宣告で死別ってすることも当然可能です。じゃあちょっと見ていきましょう。2、失踪の要件と効果です。どんな時に失踪できるか30条書いておきました。1号、不在者の生死が7年間明らかでない時は家庭裁判所は利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができる。7年間生死不明です。7年間生死不明だとまあ亡くなってんじゃないかなってことです。で2項、戦地に臨んだもの、沈没した船舶の中にあったもの、その他死亡の原因となるべき危難に遭遇したものの生死がそれぞれ戦争が止んだ後、船舶が沈没した後、またはその他の危難が去った後1年間、これ危険なところだから1年間明らかでない時も前項と同様とします。でこれ利害関係人の請求ってありますけど、ポイントはこれ、検察官は請求できません。なぜかというとこれね、一応人の生き死の問題ですから、関係ない検察官はさすがにこれ請求できないとしました。公権回収はできました、失踪宣告はできない、これ覚えておいてください。じゃあいつから死んだものとみなされるか、これが31条です。見てください。前条1項の規定により失踪の宣告を受けたものは同項の期間が満了したときに、同条2項の規定により失踪の宣告を受けたものはその危難が去ったときに死亡したものとみなす。でこの条文が担当でよく引っ掛けて出るんです。表にまとめました、17ページをご覧ください。7年で失踪の方を普通失踪と言います。1年で失踪の方を特別失踪と言います。戦争ですね、こっちで。普通失踪は起算点、いつから7年間数えるかは生存が確認された最後の時から失踪期間7年経てば死亡の認定時期、失踪期間の満了時、すなわち7年経った後に死んだことになるということです。これ普通ですよね。生死不明の、生存確認された最後の時から7年経過したら7年後に死亡する。問題は特別失踪、起算点は危難が去った時から1年間経てば1年後に死亡するんじゃないですよ。危難が去った時に死亡したものとみなすってことです。これイメージ湧かない方、具体例で考えてください。竹山くんが沈没した船舶の中にいました。沈没したってことが明らかになってから1年間生死不明だった。じゃあ1年後に死んだんだ、不自然ですよね。沈没した船舶とともに亡くなったと考えるのが自然ですよね。だから1年経った後じゃなくて危難が去った時に死亡したとみなされるんです。でこの死亡したタイミングってのは相続の順番に影響しますのでものすごい重要です。そしてここが引っ掛けポイントとしてすっごい狙われるので覚えておいてください。いいでしょうか。で、失踪宣告ね、まだ取り消しとかあるんですけど、ちょっとね時間になってしまったので今日はこれぐらいにしておきます。で次回もこのレジュメ使いますのでぜひ持ってきてください。で私の講義ねやっぱ5分から10分程度延長しちゃうこともありますので、まあそれはご考慮ください。ただもちろんね時間足りない方途中で書いていただいても構いません。で今日の復習なんですが、今日はそんなに論文の論点はありません。ですので家帰ってレジュメをいいですか、条文引きながらもう一回読んでみて理解できるか確認していってください。これが一つ目の復習ね。でもう一つは9ページ、ここだけはすごい論文に出るので9ページに関しては特にしっかり読んで理解する。そして可能ならばこの論章を書けるようにしてください。似たようなことを書ければいいです。一言一句同じある必要は全くないです。で当然チェックテストなんかにも出ます。チェックテストの毎回ありまして、ウェブの方は板書についてます。で生講義の方はお配りします。チェックテストは何やるかというと担当の問題と論文の問題が出ます。で論文の問題も担当の問題も講義で扱ったところから出て、特に論文はこういうふうにね重要だっていった論章から出ますので、ぜひね、チェックテストも利用して、学習を進めていってください。はい、それではですね、2019年度司法試験入門講座、民法本論編第1回目、これにて終了いたします。お疲れ様でした。